くり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はあ、つまんないの。どうした霊夢？珍しく落ち込んでいるじゃないか。ああ魔理沙、ちょっと最近面白いことがなくてね。未確認生物の図鑑を読み漁っているんだけど、このネッシー、偽物だったってことが書かれてるじゃない。だから面白くないなぁと思って。ああネッシーか。確かにネッシーは偽物だったという情報が出回って、その存在は、ブームが去ると同時に忘れられていってしまったよな。ネッシーといえば、未確認生物の代表みたいなところがあるじゃない？できれば実在してて欲しかったわー。ほほ霊夢。それじゃあ最新の研究で明らかになったネッシーの正体を説明していこうか。それじゃあ、今回は最新 DNA 調査で正体が判明した未確認生物ネッシーについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。ちょっと待ってよマリサ、ネッシーは実は捏造だったっていう情報が出回っていたでしょ？確かにな。1993年、写真の捏造が報じられ、ネッシーは未確認生物ではなく、偽物の存在であると、世間では認知されてしまった。それがネッシーブームを下げていくきっかけにも、なったわけなんだけどな。ほら、やっぱりそうじゃない。ネッシーが偽物だとわかった時は、すごく悲しかったわ。しかしな霊夢、その後も写真は捏造だと言われたのはネッシーを守るためだとか、捏造とは思えない写真の証拠などが挙げられ、ネッシーは実在すると信じる派閥は残り続けたんだぜ。まあ、気持ちはわかるわよ。私だってネッシーは実在していてほしいし。だけど、世間的に見たらネッシーはもういないでしょ？だからいつまでも夢を見ていたら。しかしだ、ネッシーをその後も熱心に研究する人たちは世界中にいたんだぜ。ネッシーを熱心に研究、存在しない生き物にどうしてそこまで真剣になれるのかしら。そうだな。それじゃあまず、ネッシーは存在が否定されたわけではない。という話からしようか。存在が否定されてないってどういうことよ？だってネッシーは偽物だって言われたんでしょ？捏造だと言われた写真は知っているか？霊夢。知らないけど、どれのことかしら。この写真が、最も有名なネッシーの写真なわけなんだが、この写真が捏造されたものだと、言われたのがネッシーブームが下がったきっかけだぜ。ああ、確かに見たことあるわ。そっか、これが捏造だと言われたのね。おもちゃの潜水艦に、ネッシーの首から上の模型をくっつけて浮かしていたらしいぜ。ちょうどこんな感じになっていたらしいな。多くの人がこの写真を信じただけに、やっぱり裏切られた感があるわね。しかしだな、霊夢、これに関しては少し誤解がある。誤解？ネッシーの形がどうなっているか、それは誰にもわかっていない話なんだよ。ああ、言われてみれば確かに。でも、プレシオサウルスなんじゃないかとは言われていたでしょう？言われているだけで、本当にそんな形をしているかは誰にもわからないんだよ。そりゃあそういえばそうなるでしょう。実在が確認されたわけじゃないんだから。つまりだ、ネッシーはプレシオサウルスの形をしているわけではなく、もっと別の生物の形を、している可能性があるってことなんだよ。なんてこと、もしその話が本当なら、みんなのネッシーのイメージが大きく変わるわ。でも、別の生物の形をしてるって、例えばどんな形をしているの？そうだな。一つ例を挙げるとしたら、ターリーモンスターが噂されたな。ターリーモンスター？ターリーモンスターは、学名をタリモンスとグレガリウムという、プリモンスプルムという属の生物になるぜ。あ、なんか見たことあるわよ、このおかしな口の形。そうだな。ターリーモンスターは実に奇妙な形をしていて、とてつもなく長い口吻がついているのが、特徴なんだ。口の先はハサミのように二股に開き、さらに尖った歯が並んでいるのも面白い。でも、これがネッシーの本当の正体だっていうの？これも古代生物なんでしょ？そうだな。しかし、もしも水面から出ていたのがこの生物の長い口吻だったとしたら、もしかしたら見間違える可能性もあるだろう。しかしまあ、その説を否定するとしたら、ターリーモンスターのサイズの話が出てくるかな。サイズ？ネッシーのサイズはおよそ10メートルはあると考えられているわけだが、ターリーモンスターのサイズは最大でも35センチ。現代に合わせて体の大きさが変化した、と考えることも、できなくはないだろうが、いくらなんでも35センチが10メートルになるなんて何億年かけてもなかなかない。確かに興奮の形は面白いし、これがネッシーの正体だとしたら、それはそれで世間は驚くんだろうが、ターリーモンスターがネッシーの正体というのは、あまりないんじゃないかと考えられているぜ。なんだそうなの。でも、この子はこの子で面白い生物だってことがわかったから、ネッシーじゃないとしても、どこかの海で生きててほしいわね。さて、ターリーモンスターの話はちょっとしたジョークの一環なわけだが、
ここからは本当に真面目な話をしていくことにするぜ。ほほう、それじゃあ本当にネッシーの正体を解析した学者さんたちの意見が聞けるのね。そうだぜ。なんでも学者さんたちは、eDNA というものを調べて、ネッシーの特定を試みたらしいんだ。eDNA? 普通の DNA とは違うってこと？基本的には同じだが、E というのはエンバイロメンタル、つまり環境を意味している。eDNA というのは、その土地に残っている DNA の総称のことを言うんだぜ。難しくてよくわかんないんだけど、つまりどういうことなのよ？要するにだ、ネッシーはネスコで発見された生物だから、ネスコに残っている eDNA を解析すれば、そこにどんな生物がいるのかがわかるってことだよ。なるほど、じゃあネッシー自体を調査するんじゃなくて、ネスコの痕跡を調べるってことなのね。そういうことだな。というわけで、研究者たちはネスコの数百箇所から DNA のサンプルを取って、どんな生き物が生息しているのかを調べ始めた。その結果、とんでもないことがわかったんだぜ。とんでもないこと？もしかして、本当にネッシーの DNA が見つかったんじゃ？いや、その逆だぜ。え？正体不明の生物の DNA は一切出てこなかったんだ。つまり、ネスコに未確認生物はいないってことになる。せっかく調査したのに、一切いないなんてことある？もっとちゃんと、サンプルを採取した方がいいんじゃないの？数百箇所からサンプルを取り、その全てを調べたんだ。これ以上採取しても無駄だと思うぜ。そんな、それじゃあ、ネッシーはいないってことが結論付けられてしまったじゃないの？そういうことになるな。ネスコに恐竜や古代生物の痕跡は見られなかった。しかし、気を落とすのは早いぜ霊夢。未確認生物の痕跡が見られなかったというだけで、ネッシーの存在が否定されたわけではない。何言ってんのよ、ネッシーは未確認生物でしょ？それ以外にはないはず。いやいや、ネッシーは何か基地の生物を見間違えただけ、説がまだ残ってるんだよ。あんまりロマンがないけど、それじゃあどんな生物と見間違えたっていうのよ。ウナギだ。ウナギ？そう。先ほどの eDNA の調査によると、ネスコには大量のオオウナギが生息している、ということが、わかっているんだぜ。なるほど、それじゃあネッシーの正体はオオウナギで決定ってことなのね。そっか、伝説の未確認生物だし、できれば恐竜か古代生物であってほしかったけど、正体が判明しちゃった以上、受け入れるしかないのよね。いや、オオウナギと言っておいてなんだが、まだオオウナギで確定しているわけではないぜ。なんなのよまったく。そう起こるんじゃない。そもそも、ネッシーイコールオオウナギという説は、ずっと前から提唱されていたんだよ。そうなの？そうだ。ネッシーの話題が出てきたあたりからな。未確認生物の話題が出てきたら、基地の生物ではないかと疑うのは人の常なわけだしな。しかし、ネッシーはこれまでの情報によると、ほとんど水面から顔を出さない生き物のようだ。出てきたとしたら、もっと目撃されてないとおかしいからな。それじゃあ、オオウナギ以外の生物ってこと？そういうことになるが、残念ながら、オオウナギ以上のサイズ感の生き物は eDNA 調査では発見されなかった。すると、一番可能性が高いのはオオウナギということになってしまう。それじゃあやっぱりオオウナギなんじゃない？しかし、正体をオオウナギとするには、いささか問題があるんだよ。問題？どういう問題なのよ？まず、オオウナギのサイズだ。ネッシーは10メートル前後はあるのに対し、オオウナギはせいぜい2メートル程度。どう頑張っても巨大生物には見えないんだよ。なるほど、それじゃあ、ウナギが何かしらの影響で巨大化したっていう可能性はないの？なくはないかもしれないな。ヨーロッパウナギという種類のウナギの中には、150年以上生きた個体も発見されているらしいし、長生きすればその分大きくなる可能性はある。中には、腕で抱えきれなくなるようなサイズのウナギだって存在しているらしいぜ。おお、そんな巨大なウナギもいるのねー。それなら、ネスコにいるオオウナギも、もしかしたら本当に怪物サイズになっているかも。まあ、それでもやっぱり10メートルなんて化け物サイズになることはないと思うんだけどな。それに、生物が巨大化する条件として、環境がかなり影響を与えるんだ。ほう、環境？例えば、暑い環境になるとその分生物は巨大化する、といった具合だ。しかし、ネスコはイギリスの北部に位置していて、比較的寒い場所になる。そうなると、生息しているオオウナギはそこまで巨大なサイズにはならないんじゃないかと、考えられているんだぜ。そうなの？せっかく巨大なウナギがいるかもしれないと思って、ワクワクしてたのに。悪い悪い、しかしあくまでも可能性の話で、学問では説明できないようなことが起きる可能性は、もちろんあるんだぜ。まあしかし、霊夢に希望を持たせるような話も一応しておこうと思うぜ。希望を持たせるような話？実はな、ネスコの調査で採取された DNA のサンプルのうち、20% は未だに解読がされていないらしいんだよ。何それ？
要するに、未解読の DNA の中に、未確認生物の DNA が含まれている可能性だってあるってことだ。すごい、それならそうと早く言ってちょうだいよ。まあな、しかしちょっと考えていきたい話があるんだが。考えていきたい話？ネッシーの目撃情報についてだ。これまで、ネッシーを見かけたという人は数多くいる。もちろん面白半分で見たと嘘をつく人もいただろうが、多くの人は本当のことを言っていると思うんだよ。まあ、見たっていう以上は本当だと思った方が何かといい気はするわねー。そこでだ、ネッシーの目撃情報を改めて確認し、本当にウナギと見間違う可能性はあるかについても、少し触れていきたいと思うぜ。ネッシーの目撃情報は、1933年以降に爆発的に増えていった。この頃は、ネス湖周辺の道路が整備され、人が多く通るようになったと言われているからな。そして、湖畔でホテルの経営をしていた夫婦が、ネッシーを目撃したというのが最初なわけだが、ホテルを経営していると、湖の方から何か大きな水の跳ねる音が聞こえてきたのが、最初だと言われているな。ふむ、何か巨大な生物でもいないとそんなことにはならないわよね。そこで湖畔を見てみると、水面に大きな波紋が広がっているのが見えた。夫婦もその時、何か巨大な生き物が潜んでいるのではないかと考えたわけだな。それがネッシー伝説の始まりとも言える。ネス湖に多くの観光客が訪れて、ネッシーを一目見ようとしに来たってわけだな。ここで考えたいのは、ウナギが水面に出てきて、波紋を作ることがあるかという点だな。あるんじゃないの？生き物なんだし、何かしらの理由でジャンプくらい。ウナギってジャンプするか？いや、わかんないけど。確かに、巨大なウナギになった場合、泳ぐだけで水をかき分け、波紋を起こすくらいは、できるかもしれないが、ネス湖にいるウナギはせいぜい 1.5 メートル程度だろうと言われている。巨大な波紋を作るとなると、もっと大きな体をしていないとできないだろう。だったら、もっと大きな体をしたウナギが生息してるってことじゃないのかしら。果たしてウナギなのかどうか、まだ判別がつかない状態だが、ここである問題が発生するんだ。問題？どういうことよ。2005年3月頃、ネス湖の湖畔で鹿の死体と一緒に、長さ10センチ程度の牙状の物体が見つかっていて、ネッシーが鹿を襲って、湖まで持ってきたんじゃないかと言われるようになったんだ。何それ？ネス湖にはウナギしかいないはずじゃないの？まあ、当時はまだ DNA の調査は行われていないから、ネッシーが恐竜だと信じる人がいたわけだが、こういうことが起きたから、ネッシーは動物を食べる危険な生物であると認識する人も出始めたんだ。うんうん、仕方のないことよね。鹿を襲うってことは、人間だって襲われる可能性があるってことなんだから。しかしだ、実際にはネス湖にはウナギの DNA が大量にあることが分かってしまったんだから、今回の鹿の死体と牙状の物体は、誰かのいたずらの可能性が高いってことになる。こうやって未確認生物のイメージを捏造していく行為は極めて悪質だと考えるぜ。まあそうね、みんな未確認生物って言ったら、恐ろしくて、怖い生き物を想像しがちなのかしら。実際、ネッシーのことをプレシオサウルスだとする人もまだまだ多いわけだからな。そして、恐竜イコール危険で凶暴、というイメージもどうしても拭いきれないものがある。できればそういういたずらで、未確認生物のイメージを固定化しないでほしいものよねー。しかし、2022年7月にまた新しい情報が出てくるんだよ。あら、つい最近じゃない、どうしたのよ？何でもネッシーが、鳥を襲って食べたという情報が出てきたんだ。ちょっと待って、どういうこと？私もこの情報を聞いた時びっくりしたよ。どうやら、汽船に乗っていた家族が空を飛ぶ、鳥を眺めていたら、いきなり湖面から巨大な生物が出てきて、鳥を襲ったというんだ。その話、本当なのかしら？いまいち信憑性が薄いというか、画像とかはないの？いや、画像などは一切ない。ただそういう情報が流れてきたというだけだ。それじゃあやっぱり嘘なんじゃないの？そもそもネッシーはウナギだって言われつつあるのに、鳥を襲うほどの巨大生物がネス湖にいるとはとても考えられないんだけど、それに関しては私も同じ意見だぜ。しかし、情報が出てきた以上、触れないわけにはいかない。また、鳥は他にも群れを作って飛んでいたようだが、他の鳥も湖に引きずり込まれていったという情報がある。このことがもし本当なら、もしかしたら、ネッシーとはまた違う、別の生物がネス湖には、潜んでいるのかもしれないぜ。ね、ネッシーとは違う別の生物？何それ？一応ネッシーの正体と言われているプレシオサウルスは肉食の恐竜なんだが、食べていたと考えられるのは基本的には魚やイカなど、海でいられる生き物ばかりだ。そんな生き物がいきなり空を飛ぶ鳥を食べるのかと言われると、少し怪しい。だとすると、日常的に鳥を食べているような未確認生物がいるんじゃないかと考えられるぜ。そうなのかしら？でも、そういえばさっき鹿の死体が、
騎馬場のものと一緒に見つかったっていう情報もあったわね。あれはさっき、誰かのいたずらだって言って処理されていたけど、もしかしたら、本当に肉食で、陸や空の動物も食べる生き物が存在しているってことなのかしら。それがネッシーの正体なのかはわからないが、もしもこれら二つの情報がフェイクでないなら、DNA 解析がされていない 20% の DNA 情報、そこに正体が隠されているかもしれないな。なんてこと、もしかしたら、とんでもない情報が眠っているかもしれないのね。しかし霊夢、世の中固定観念にとらわれてしまうと、すっかり抜け落ちてしまう情報があるんだぜ。どういうこと？ネッシーは実は、生物ではない可能性だってあるってことだよ。はぁ？いきなり何を言い出すのよマリサ。ネッシーは確かにこれまで数多くの噂や目撃情報が出てきて、存在する可能性の高い生き物だ。しかし、調べ尽くした結果、実は生物ではなかったというオチになる場合ももちろんあるんだぜ。じゃあ、ネッシーの正体は何だっていうのよ？ネッシーの正体、それはな、流木だ。流木？またまたマリサ、冗談がきついんだから。冗談ではないぜ。実際、流木だって激しく動くことがあって、それを生き物と見間違う事例は多くあるんだ。そうなの？ラングミュア循環と呼ばれる現象があってな。風が吹くと、水面に浮かんでいる物体が、反時計回りに回りながら、ゆっくりと動く現象が実際に自然界で確認されているんだ。大量の流木がそのように動いているのを見たら、遠くから見たら生き物だと錯覚する人もいるだろう。ええー、自然現象ってことで片付けようとしてるの？私は納得しないわよ。もちろん、これが全てだとは思っていない。しかし、ネスコで起きる自然現象は他にもある。例えば、精神現象とかな。またなんか難しそうな現象が出てきたわね。今度はどういうものなの？一定の風や、生物の動きによって、湖の水が周期的に振動する現象のことだ。ネスコにおいては、南西風によって精神現象が起き、それが流木を動かすことがあるんだ。それじゃあ、やっぱり流木がネッシーに見えたって人も一定数は存在しているのかしら。おそらくそういう人もいると思うぜ。風の強さによっては、流木も高速で移動して、まるで生き物が泳いでいるかのように見えるとも言われているからな。そうなのね。それじゃあ湖畔のホテルを経営してる夫婦の証言はどうなるの？何か大きな水が跳ねる音が聞こえてきたって話をしていたじゃない？ああ、それに関して謎のままだが、おそらく、それは大うなぎの仕業じゃないかと、私は考えているぜ。それじゃあ、大うなぎや流木が勘違いされ続けて、みんなの中で恐竜、怪物のようなネッシーのイメージが、作られていったっていうことなのかしら。ここまでの話は、あくまでも憶測であって確定情報ではないからな。勘違いしないでほしいが。でも、これだけの情報をまとめると、そう考えるのが自然な気もするのよね。やっぱりみんな、未確認生物はいてほしいと思ってるんだと思うわよ。だから存在しないのに、ネッシーがいるかのようにして盛り上げようとしているみたいな。そうだな。実際ネスコ周辺ではネッシーにまつわるグッズが売られたりしていて、町おこしではないけど、地域おこしのようなことが行われていたみたいだしな。未確認生物がいてくれた方が、地域としては嬉しいってわけねえ。まあ、気持ちはわかるんだけど、私は、ここまで調査がされているなら、もういっそのこと、正体はウナギだ、って断定した方がいい気がしてきちゃうのよねえ。ほう、珍しいな。未確認生物大好きの霊夢がそんなことを言うなんて。確かに未確認生物は大好きだし、ネッシーもできれば古代生物であってほしいとは思っているけど、最新の技術を使ってまで研究がされたんでしょ？それでも見つからなかったってことは、もういないって言われたようなものじゃない。まあ、まだ 20% の希望があるとはいえ、巨大な生物の存在も確認されていないわけだしな。巨大な恐竜がいる可能性は、非常に低くなってしまっていると思うぜ。そうでしょう？だったらいっそのことウナギはウナギと考えて、別の未確認生物に目を向けるべきよ。霊夢は、例えばツチノコがただのトカゲだと言われたらどう思う？え？ツチノコ？そうだ。日本では未だにツチノコを探す文化があるし、存在を信じている人も多くいるだろう。そりゃあ、いてくれたらいいと思うし、もしもツチノコなんてトカゲだ、みたいなことを言われたら、ちょっとムッとしちゃうわねー。どうしてムッとするんだ？だって、せっかく日本で発見された未確認生物よ。もっといろんな人に知ってほしいと思うし、正体が判明していない以上、いるのと同じようなものなんだからさ。そう、そこなんだよ。へ？ネッシーを信じている人たちも、現地ではネッシーの存在を堅くなに信じて、疑わないだろう。それは、地元への愛着もあるからなんだよ。あ、愛着。確かに周りから見たらさっさといないって認めればいいのにって思うかもしれないが、自分の住んでいる土地で未確認生物が発見されるっていうのは、とても誇らしいことだし、嬉しいこととして扱われるんだぜ。
霊夢が土の子を誇っているようにな。そう言われると確かにちょっと納得しちゃうわね。なるほど、地元への愛着か。そういうわけだから、ネッシー型というウナギの可能性が高いと言われようと、現地の人はネッシーの実在を信じているんだ。それを否定するのはやめてやろうぜ。そうね、私が間違っていたわ。それに、やっぱりネッシーはいてくれた方がいいしね。恐竜の可能性がある方がなんだかんだ楽しいし。そうだな。しかし霊夢よ、一つだけ伝えておきたいことがあるんだが。ん？何よ。実はな、ネッシーにはまだまだ他の生物の可能性も指摘されているんだよ。ええ？ちょっと待って。これまでずっとウナギの可能性が高いって話を、していたじゃないの。そうなんだが、一応伝えるだけは伝えておこうと思ってな。ネッシーはどうやら、巨大なカメやチョウザメなどの可能性があるとも言われているらしいんだ。そんな、でも、eDNA の調査では、ウナギの DNA が一番多かったって。一番であって、それらの生物の DNA がなかったとは一言も言ってないんだぜ。そう言われると確かに、それじゃあ、もしかしたらそれらの生物がネッシーで、トリアシカを襲った可能性があるってこと？まあ、トリアシカを襲うとなると肉食の生き物の可能性が出てくるから、カメやチョウザメではなく、もっと別の生物である可能性が出てくるんだけどな。しかし、これだけ多くの生物の可能性を考えられると、ネッシーがどれだけ多くの人間の関心を集めているのか、よくわかるよな。そうよねー、世界を見ても、ネッシー以上に関心を集めた未確認生物っていないんじゃないかしら。一応いるとしたら、ビッグフットとかかな。しかしあれも正体がクマだと結論付けられてるから、今となってはそこまでの話題性はないんだけどな。でも、クマじゃないとも言われているんでしょ？だったらネッシーと同じ、現地の人たちからしたらまだ存在が信じられている伝説の生物ってことになるじゃない。まあそうだな。それにしてもお前、さっきまでウナギでいいじゃんって言ってたのに、急にまた元気になったな。こうして多くの人に愛されている未確認生物がいると思うと、なんだか嬉しくてねー。私、今後もネッシーに関してしっかり調べて奴の正体を暴いてやろうかしら。別にネッシー自身は正体を隠しているつもりはないと思うけどな。ただ単に、人間たちが騒いで正体を探ろうとしてるだけで。もう、せっかくやる気になってるんだから、余計なこと言わないでよ。悪かった。しかし、霊夢がここまでやる気になるなんて本当に珍しいな。もしかしたら、本当にネスコに行ってネッシーを調査してくるかもしれないな。よし、それじゃあ早速ネッシーに関する調査をするから、マリサ、よろしくね。どうせそんなことだろうと思ってたぜ。そんなわけで今日の。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。はぁ？一度でいいから見てみたいわ。どうした霊夢？ぼーっとして。あーマリサ。私一度でいいから、ネッシーを近距離で見てみたいと思ってるのよ。ネッシーを？ネッシーってあのネッシーか？近距離どころか、肉眼で見たことないだろ。確かにそうだけど、近距離で見て、その存在感を肌で感じたいのよ。遠くから目撃しても、見間違いじゃないかって言われちゃうのがオチだしねー。まあそれは確かにそうかもしれないな。しかし近距離でネッシーを見た証言か。確かにいくつか存在はしているから、紹介してみようかな。あるんだ、それじゃあぜひ紹介してちょうだい。それじゃあ、今回は近距離でネッシーを目撃した人々の証言について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に、1933年4月14日に報告された、目撃情報を紹介させてもらおう。当時この目撃情報は、地元の情報誌に掲載されたそうだが、当時はただの世迷子程度に言われていたそうだ。世迷子って、目撃した実業家夫婦によると、北岸を車で走行中、湖にて獣を目撃したんだそうだ。獣が現れた時、湖はさっきまで波一つない穏やかさだったのに、水面を転がったり、泳いだりする様子が見られ、水面が非常に荒れたんだとか。え？ネッシーが湖で暴れていたってこと？一体どうして？さすがにどうして暴れていたかまではわからないが、暴れている様はまるでクジラのようで、水面にできた泡は、まるで沸騰した大釜のようだったと言われている。目撃者は、実業家夫婦の他にも数人いたそうで、再びその生き物が現れないものかと、その場にいた全員が、じっと生き物の再浮上を待っていたらしい。しかし、どれだけ待ってもその生き物は、再び姿を見せることはなかったそうだ。やっぱりそんなもんよねー。だけど、湖が荒れ狂うほどすごい波を起こしたんだ。すごいわね。もちろん、その場にいなかった人たちがその証言を聞いたところで、簡単に信じるはずもなかった。ただ、ボートか何かが大きく揺れて、波が発生しただけだろうという意見もあったが、
実業家夫婦は、そんな簡単に起きるような波ではなかったし、風も吹いていなかった。あれは明らかに生物によって引き起こされた波だ、と主張したらしい。だとしたら、ネッシー以外の他の生き物が発生させた波っていう可能性はないのかしら？実際その疑いも持たれていたようだぜ。非常に大きなアザラシやイルカなどが、ネス湖に迷い込んで、波を発生させたんじゃないかという話なんだが、アザラシのサイズは、せいぜい120センチの小さめのものくらいしかいないし、イルカも、4から5メートル程度の種類がほとんどだ。それに対し、発見されたネッシーとおぼしき生き物は、10メートル前後はあったと主張されていて、発生していた波の大きさから見ても、それくらいの大きさじゃないと説明がつかないそうだ。それじゃあ、基地の生物が引き起こした波っていう可能性は低いってわけね。そうなると、やっぱりネッシーが波を起こしたってことなのかしら？でも、ネッシーがそんなに激しく動くなんて初めて聞いたわ。大体は少し影を見たとか、罠をかけたら餌だけが食べられていたって話だけだから。ネッシーといえば確かに、いるのかいないのかはっきりしない目撃情報だけだったもんな。しかし、今回の実業家夫婦の目撃証言は、至近距離で見たものであるため、かなり信憑性があると考えられた。すごいわ、それじゃあ実業家夫婦のおかげで、ネッシーの存在が事実になりそうなのね。それでも、実業家夫婦の目撃証言を否定する声は、多く集まっていた。というのも、後に判明した話なんだが、どうやら実業家夫婦の証言を取材した雑誌の記者が、そのネッシーのサイズをかなり誇張したという話が出てきたんだよ。え？サイズを誇張したって、それじゃあ、10メートルもなかったってこと？そうみたいだ。また、実業家夫婦の主張の中には、湖の中に2つのコブが発見された、というものがある。これまで報告されていたネッシーは、コブは1つのはずだから、2つもあるはずがない。ってことは、もしかしてネッシーが2頭いることが判明したってことかしら？いや、どちらかというと、ネッシーではない別の生き物が2頭いた可能性の方が高いんだ。否定派の人たちは、ネス湖にアザラシなどが迷い込むのは珍しいことではあるが、100% ありえない話ではないと主張している。そのため、この2つのコブは、アザラシの部位ではないか、という話が出てきているみたいだ。結局アザラシなの？そんなに可能性あるかしら？まあ確かに、ネッシーがいる確率よりは、アザラシが迷い込んだ可能性の方が高いからな。しかし、後に判明したことの一つとして、実業家夫婦は、首のようなものを確認していないという。首のようなもの？ネッシーの正体は、首長竜である、プレシオサウルスが有力視されている。プレシオサウルスは、その名の通り首が長い恐竜で、もしも生きていたら、今も、首の長い状態で生存している可能性が高い。しかし実業家夫婦は、その最大の特徴である、長い首を確認していないんだという。首どころか、ヒレなども確認されていないんだとか。至近距離で確認したのよね？だったら首やヒレくらい確認できそうなものだけど、それでも確認はされていなかったらしいぜ。そもそもに、記者が誇張してサイズを表現していた、という事実が発覚してしまった以上、肯定派からの信用も失ってしまい、実業家夫婦が見たものは結局、ネッシーだと勘違いしただけの別物ではないか、というのが大衆の意見になってしまった。そのため、ネッシーがいるかどうか、具体的な調査は特に行われず、この話題はそのまま消えていってしまったらしい。そんな、せっかくネッシーがいたかもしれないのに、波まで起こしたのに、それでも調べられないなんて。しかし、同年7月に入ると、ネス湖の奇妙な光景に関する記事が、ハイランド地方の地元新聞に掲載された。その時の写真が、これだぜ。ん？何これ？なんか生き物っぽいものが写っているような。これは、陸上に上がってきたネス湖の怪物だと言われ、多くの話題を呼んだらしいぜ。陸上に上がってきたネッシー？ネッシーって陸上にも上がってこれるものなの？正体がプレシオサウルスなんだとしたら、そのヒレをうまく使って、陸地に上がることは可能だと、考えられているらしいぜ。この写真が話題になる前に、地元新聞がとある人物の目撃情報を掲載したらしい。その目撃情報によると、ネス湖の東側に沿って移動していたところ、ドラゴンか、戦士時代の動物に近いものを、湖の近くで目撃したということだ。ドラゴンか戦士時代の動物？それ、明らかに未確認生物じゃない。その生き物は上下に動く長い首を持っていて、体はかなり大きく、背は高かったように見える。そして、水かきのようなものも確認でき、尻尾があったかどうかは確認できなかったと。泳ぐのはとてつもなく速く、目撃者が近づこうとしたら、湖の中に消えたらしい。大きさはだいたい5メートル前後だったと言われているんだとか。その目撃者は、見た生き物の正体を探るため、新聞社に手紙を送付したらしく、今紹介した目撃情報を事細かに記載していたとのことだ。
わざわざ新聞社に手紙なんて送るとは、よっぽどその生き物の正体を探りたかったのね。この目撃者の証言が、かなり具体性を持っていたことから、ネス湖の怪物の実在性が、だんだんと認知されてきた。さらに、ネス湖の怪物を陸上で見たと主張する男性まで、現れるようになったんだ。それがさっき見せてくれた写真ってわけね。そうだ。目撃者によると、午後4時頃、妻と湖付近を車で移動していた時、妻が突然叫び声を上げたという。妻にどうしたと聞くと、目の前の道路を、いきなり見たこともない奇妙な形をした生き物が、横切ったんだとか。色は暗い灰色をしていて、動きは素早く、道路を横切ったら、急いで茂みの方へ向かったんだそうだ。すごい、っていうか、プレシオサウルスの形のことを考えると、地上を素早く動けるような姿を、しているようには思えないんだけど、確かにそうかもしれないが、そこは何とも言えないな。さっき見せた地上のネッシーの写真を確認すると、どうにもプレシオサウルスの見た目をしていないし、もしかしたら、ネッシーではない。また別の未確認生物がネス湖には潜んでいるということも考えられる。ネッシーだけでも世界レベルの存在なのに、さらに他の生き物までいるってなったら、目撃者は車から降り、茂みの方へ向かい生き物を探したが、残念ながら見失ったらしい。残されたのは、写真の一枚だけだということだ。そう、できればもっとたくさん写真を撮って欲しかったけど、仕方ないわね。しかしまあ、5メートルほどもある生き物が、車の前を横切ったともなると、さすがに、見間違いだと主張するのは無理があるように思える。その生き物がネッシーかどうかは置いておいて、何かがいたというのは間違いないだろう。その後、目撃者が、その生物が車の前を横切った時の姿をスケッチしてくれたらしく、それも公開してくれていた。これがその時のスケッチらしいんだが、何かしらこれ？細長くてうねうねしてる方が首だと思うんだけど、まるで蛇みたいにくねくねしてるし、胴体は胴体でまん丸としてて、生き物というより、豆みたいな見た目をしてるわ。確かに、あまり生き物らしさを感じなくて、これが本当に生き物なのかと疑問に思えてくる。しかし、実際にこの生き物を見たと、目撃者は言っているわけだしな。ただ、もちろんこの生き物に関しても、否定派は存在しているんだぜ。こんなに明確な証拠があるのに、それでも否定派が存在するの？証拠と言っても、見たと言っている人たちのスケッチに過ぎないからな。写真も一応あるが、これだけでは、作り物だと否定されても仕方がない。それに、実際にネス湖周辺の道路を車で走った時の映像が公開されていて、その時にある動物が横切ったというものを紹介しているものがあるんだ。え？実際に動物が？一体何の動物よ？まずはこの映像を確認してもらおう。開始数秒である生き物が横切っているんだ。これって、鹿？そう、鹿だ。小鹿が車の前を横切っている。この映像を撮影した人物は、たった数分、ネス湖周辺を車で走っただけで、10頭以上の鹿が横切ったと話している。そのため、目撃者が見たというのはもしかしたら、鹿の大群だったのではないかという意見があるんだ。なんじゃそりゃ？そんなことありえるわけないじゃない。いや、ありえないなんてことはないんだ。実際、これまでも未確認生物だと言われていた。巨大な生物の正体が、基地の生物が集まっただけだったという事例がいくつかある。今回の目撃者が見つけたものも、もしかしたら何かの生き物が集まっただけの姿だったのかも。そんな、もしもそうだとしたら悲しすぎる。せっかく至近距離で謎の生き物が発見できたのに。続いては、1960年5月に撮影された、ネッシーの写真を紹介していく。写真を撮影したのは、ピーター・オコナーという人物だ。ピーターはショットガン、森、水中ライフルや爆弾など、様々な武装をした数人の男性と一緒に、北コーストでキャンプをしたらしい。その目的は、生死を問わず、ネス湖の怪物を捕まえることだったそうだ。なんて物騒なことをするのかしら。わざわざ爆弾なんかまで持ってきて。5月27日の夜、一行はキャンプで休んでいて、明るい時間帯になってから、捜索を続けようという話になっていたんだが、夜中、トイレに起きると、湖側から、何か物音がすることに気づいたらしく、一行は全員起きて、湖の方へと向かったそうだ。そしてその結果、見事にネス湖の怪物の写真を撮ったらしい。うおー、これがネッシーの写真。なんか、さっき道路を横切ったっていう謎の生き物と、胴体の様子が似ている気がするわ。ここまで至近距離でネッシーが撮影されたのは、歴史的にも非常に稀で、この写真は、ものすごい話題を呼んだと言われている。なんとピーターは、この生き物を間近で撮影するため、水が腰に到達するくらいのところで撮影したらしい。ひ？めちゃくちゃ湖に入ってるじゃない。もしかしたら肉食かもしれないのに、よくそんな勇気ある行動が取れるわね。
そうだな、もしかしたら普通に襲ってくるかもしれないのに、非常にすごい勇気だ。そのままピーターは2枚目の写真も撮影し、仲間たちに知らせた。フラッシュ撮影もして、首のようなものも確認できたらしい。しかしこのような姿を見ていると、どうにもプレシオサウルスっぽさは感じない。もしかしたら古代生物の生き残りではなく、全く違う生き物なのかもしれないな。しかし、残念ながらこの写真はフェイクではないかと言われている。またそうやって否定派が声を上げて、どうしてそんなに否定したがるのかしら？こんなにも至近距離で撮影ができたのよ。ちょっとは信じたらどうなのよ。霊夢が怒りたくなる気持ちも理解はできるんだが、確かにこの写真には少し疑問を持ってしまうんだ。マリ様で？考えてみてほしいんだが、この捕獲チームは、生死を問わないと言って、様々な武器を持ち込んでいたんだぜ。それなのに、いざネッシーが見つかったら、武器は一切持たず、写真撮影だけに注力していたんだそうだ。おかしいと思わないか？それは、ただ単に貴重な生き物を殺すのは、やっぱりもったいないと思ったんじゃないのかしら。確かにその可能性もあるかもしれないが、どちらかというと、殺したという報告をしてしまうと、死体を持ち帰らなければならないから、ではないだろうか？本当はネッシーなんて目撃してなくて、この丸い胴体の物体を持ち込んで、ネッシーだと言い張って撮影だけした、という筋書きでも理屈は通ってしまうんだよ。確かにそれはそうかもしれないけど、こんなに至近距離で撮影できたのに。また、この生き物の写真を撮った後の話が、一切されていないのも奇妙なんだ。撮影の後捕獲しようと試みたが、姿を消してしまったなどのコメントがあればいいんだが、そんなコメントも発見できなかった。もしかして最初からこの物体の撮影だけが目的で、生死を問わず捕獲すると言っていたのは、ただ単に話題性を呼ぶためだったのではと言われている。そこまで怪しまれてしまうなんて。いやでも、確かに武器を持ち込んだのに、一切使わないっていうのも、ちょっと奇妙な気がしてきたわね。そうだろう？結局その後捕獲チームが、ネッシーを捕獲したという続報もないし、この話は、未だにフェイクだ、本物だと議論される対象になっているそうだ。そうなのね、できれば本物であってほしいけど、続報がないことには何もコメントできないわ。続いて紹介するのは1972年、ロバート・ラインズ博士率いるチームが、ネス湖の生物を撮影したというものだ。今度もチームで撮影に赴いたのね。今度はしっかりしてるんでしょうね。どうやら博士率いる調査団は、ボストン科学アカデミー調査団と呼ばれ、かなりの費用を使って組まれたチームらしく、その能力は期待されていたらしい。ほう、よっぽど優秀な人間でチームを構成したんでしょうね。それなら期待できるけど、ラインズ博士率いるチームは、なんとかネッシーを写真に収めようと奮闘し、その結果、一枚の写真を撮影することに成功した。それがこの写真だぜ。おお、確かに写真だけど、これは、ネッシーかどうかよくわからなくない？どちらかというと、ヒレだけしかなくてイカみたいな印象を受けてしまうわ。確かにな、この写真だけではとてもネッシーだと判断することはできない。しかし、そんなことは博士自身だってわかっている。そのため、博士は3年後に再び、ネッシーの写真撮影に行ったんだぜ。もう一回行ったの？それほどまでにネッシーに情熱を注いでいるなんて、すごいわ。チームも再編し、今度こそネッシーの全身を撮影してやる。その思いでネス湖に赴き、その結果、見事に綺麗な写真の撮影に成功したらしいんだ。おお、確かに、まるで首長竜みたいな生き物の姿が映っているわね。こんなものが撮影できたなんて、これ、世界的なビッグニュースになったんじゃないの？確かに世界的にすごい写真だと言えるが、これに関しても否定的な意見が飛び交った。これほど鮮明な写真が撮れるなら、もっと他にも写真が撮れたんじゃないか？という意見や、これまで、どんな人物もここまでの写真は撮ることができなかったのに、急にこんな写真が撮影できるのは不自然だ、という意見が出たりしたようだ。何よそれ、それは博士の実力あってこそのものでしょ。他の人たちはフェイクとかしてたんだし、この博士は、自分の腕でこういうすごい写真を撮ったっていうだけでしょう？しかし、博士たちが撮影したネッシーの写真は、実はフィギュアだったという、関係者からの暴露が出たという話もあり、信憑性が一気に薄れてしまったんだ。嘘でしょ？フィギュアだったの？あれ、あくまでも関係者の話であり、もしかしたら本物のネッシーを守るためについた嘘ではないか、という意見も出ていたようだが、真相はわかっていない。しかし、フィギュアだと一度言われてしまっては、大衆からの信用はガタ落ちになってしまう。結果的に、博士が撮影した写真もフェイクと呼ばれ、世間からは忘れ去られていってしまったんだ。悲しすぎる、あんなにも鮮明なネッシーの写真なのに、フィギュアかどうかなんて、実際のフィギュアを、確認してから判断すればいいのに。
その後もいくつかネッシーの写真撮影は行われたが、遠すぎて不鮮明であったり、正規がなく、まるで模型のようだと言われたりで、結局偽物呼ばわりされるものばかりだった。そんな、やっぱりネッシーの写真なんて、撮れるはずないのかしら。しかし2010年に、少し遠目ではあるが、かなり信憑性のある写真が撮られた。写真を撮ったのは、地元で観光船の船長をする、ジョージ・エドワード氏。エドワード氏は、写真を撮影した時、ネッシーは濃い灰色をしていて、5分から10分ほどの間、水面から浮上していたと証言している。その後、身を沈めてしまい上がってくることはなかった。ほほう、結構詳しく証言してくれてるわね。期待していいのかしら？とりあえず、エドワード氏が撮影したというネッシーの写真を見てもらおうか。これだぜ。おお、確かに、背中のコブみたいなものが、水面から出ているのがわかるわね。写真の右奥には、アークハート城があり、この辺りは、ネス湖の中でもネッシーの出没頻度が高い場所だと、言われているらしく、この写真の信憑性を上げる材料になっているんだそうだ。エドワード氏は仕事柄、週の60時間以上をネス湖で過ごしているそうで、地元では、ネッシーハンターと呼ばれていて、自身の観光船の名前も、ネッシーハンター4号と、名付けているらしいぜ。いくらなんでもネッシーのこと好きすぎじゃない？別にいいんだけどさ。もちろん、この写真に関しても否定派がやってきて、信憑性について疑いをかけたらしいんだが。いい加減にしなさいよ。ここまでロマンを求めて写真を撮っているんだから、認めなさいよ。まあ、新種の巨大生物なんてそう簡単に見つかるはずがないからな。否定派が否定したくなる気持ちも理解できなくはないんだが、エドワード氏は、米軍に所属している知り合いがいるそうで、その人物に写真の解析を頼んだそうだ。その結果、この物体がネッシーだと断定することはできないらしいんだが、これは水中を泳ぐ、何か生きたものである、ということに変わりはなかったそうだ。ほら見なさい、こんなに鮮明な写真が撮られたんだから、ネッシーに決まってるわ。まだ生き物である、ということが分かっただけで、ネッシーかどうかは判明していないぜ。そんな、それでも、こんなに大きな生き物の影が見つかってるんだから、ネッシーがいる可能性は非常に高いと言っていいんじゃないの？もちろん、ネッシーがいる可能性を否定することはできないとは思うんだが、古生物学者によると、一般的に、ネッシーの正体であるとされている首長竜が絶滅したのは、6550万年前で、ネス湖のあった地域は長く氷河に覆われていたと考えられており、現在のネス湖が出来上がったのは、およそ1万1000年前なんだそうだ。首長竜の絶滅とネス湖の誕生の間に、6500万年以上の隔たりがあるため、絶滅を免れたとしても、ネッシーがネス湖へ行くということは、考えにくいと結論付けられている。なんて夢のない考察をしてくれてるのかしら。確かに科学的に考えることは大切だけど。また、1994年に、ネス湖周辺の地層の調査が行われたらしいんだが、ネス湖周辺の氷河が溶けた時、海水が紛れ込んだという証拠も見つからなかったそうだ。そのため海水を泳いでいたネッシーがネス湖に入る可能性はほぼない。え？ネス湖って淡水なの？さっきネッシーの正体にアザラシが候補に上がってたから、てっきり海水も混ざってるものだと。アザラシが正体というのも、少し無理くりな話ではあるからな。淡水で生息できる新種のアザラシだ、という否定派からの主張だったから、実際には、アザラシではない他の生物である可能性もあるんだ。なんじゃそりゃ、でも、それじゃあやっぱり、ネッシーがネス湖にいる可能性は低いのかしら。そうだな。他にも、ネッシーのような大型生物が生きていくためには、湖に、豊富な質と量の魚類が生息していなくてはならないんだが、ネス湖にはそんなに巨大な魚類は生息しておらず、巨大生物が生きていくには過酷な環境になるんだ。過去にネッシーがいるかどうかの調査で、イカなどの生き物を餌に罠を仕掛けたところ、そのイカが食いちぎられていたという結果が出たらしいんだが、その時のも、果たしてネッシーが食べたかどうかは、疑問視されているとのことだ。そんな、ここまでネッシーの撮影が行われているのに、科学的にバッサリ否定されちゃうなんて、確かに悲しい話ではあるが、科学的に考えるのはとても大切なことだ。とはいえ、これまでの目撃情報の全てを否定する材料にはなり得ない。実際、道路を横切ったという生き物が、鹿の大群であるという証拠もないんだし、写真も撮影されているわけで、その全てがフェイクという可能性も少ないだろう。ってことは、どんなに科学的に否定されても、ネッシーが存在する可能性はあるってこと？そうだな。また、プレシオサウルスは、卵生であることが分かっているわけだが、卵生ともなると、卵を産むのに適した陸地を確保しなければならなくなる。しかしネス湖には、産卵に適した陸地はないとされていて、卵生の生き物が生きていくのは難しいとされている。ただ、他の首長竜や、古代の魚類であれば胎生であるため、水中で卵を産むことはできるんだそうだ。それじゃあもしかしたら、
首長竜の可能性は低くとも、何かしらの古代生物である可能性は残ってるってこと？プレシオサウルスである可能性よりは、高いんじゃないかと思われるぜ。やったわ、プレシオサウルスじゃないのは残念だけど、まだ可能性はあるのね。それじゃあ、ネッシー博物館じゃなくて、古代生物博物館と銘打って、ネス湖の怪物を展示しておけば、まだ集客できる可能性は残ってるってことだわ。証拠たくましすぎるぜ。できれば、人間の目に届かないところで、静かに暮らさせてやってくれ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、やっぱりいい、ロマンが溢れるわね。お、何見てるんだ？霊夢。あ、魔理沙。実は今、ネッシーの写真を見てたのよ。ネッシーってやっぱり未確認生物の代表だから。ああ、って、なんだよ霊夢。まだそんな古臭い写真なんか見てるのか。古臭いってどういう意味？それじゃあ新しい写真があるっていうの？それじゃあ、今回は鮮明に激写されたネッシーの写真たちについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まあ、ネッシーについては今更どういう生き物か説明するまでもないとは思うが、ネッシーとは、スコットランド、ネス湖に生息すると言われている、伝説の生き物だぜ。さっき霊夢が写真で見ていたような、首長竜であるとされるのが一般的だな。首長竜って言ったら、一般的なのがプレシオサウルスって言われているやつよね。確かにざっくり長竜って感じの見た目をしてるから、なんだかかっこよさすら感じるわ。ネス湖の怪物ネッシーだが、どうやら2018年に最新の写真が撮影されたらしいんだ。え、ちょっと待って、そんな最近、ネッシーってブームが去ってから、全然目撃されていないような印象があるんだけど。確かに、ネッシーのブームが過ぎ去ったのは1933年。かなり昔だ。70年以上の時を経て、鮮明な写真が撮られたのはまさに奇跡と言っていいかもしれない。すぐに写真が見てみたいわ、一体どういう写真なの？これが、2018年に撮影されたとされる、ネッシーの写真だぜ。おう、なんというか、ゴミみたいなのが浮かんでいるようにも見えるわね。確かに、この写真だけだとどういう物体なのかいまいち把握しきれないところはあるんだが、この写真を撮影した人物曰く、こいつはどうやらウナギのような細長い体をしていて、ゆっくりと回転しながら水面を移動し、水面下に消えていく寸前で写真が撮れたらしい。これだけだと本当にネッシーなのか判断がつかないと思ってしまうわ。まあな。また撮影者が言うには、こいつは話に聞いているネッシーのサイズと比べると、かなり小さいらしいんだけどな。どれくらいのサイズなの？これまで噂されてきたネッシーのサイズが10メートルほどだったのに対し、2018年に撮影された生き物の方は、2メートル程度しかなかったらしい。ええ？たったの2メートルって、それやっぱり違う生き物だったんじゃないの？他の目撃情報を聞いても、ウナギのようだった、という意見もあるからな。しかし、2メートルあるウナギがネス湖に生息しているか、と言われると、それはそれで少し首をひねってしまう話なんだよな。ネス湖って、あんまり生き物はいないんだっけ？いないことはないが、ウナギがいるという話はあまり聞かないな。撮影者が言うには、自分が見たものは間違いなく生き物だった、ゴミなどではなかったということだ。撮影者は最初にゴミかと思い、しかし動くそれを見て、生き物だと認識した。カワウソか、アザラシのつがいか、と撮影者が少しその生き物のことを気にしていると、その生き物は水面で奇妙な動きをしたそうだ。カワウソやアザラシが動いた時とは、明らかに違う動きをしたそうで、その動きを見て絶対に違う生き物だ、と感じたらしい。へぇ、そこまで劇的に違うなんて、でもウナギっていうのはねぇ。別の写真もあったからそれも紹介するが、この写真からも顔は確認できなかった。ほんとだ、これ、他の人は何かコメントとかしてないのかしら？ネッシーハンターを名乗る人物が言うには、ここ数年の中で最もエキサイティングな写真らしい。ネス湖には説明のつかない何かがいると信じている全ての人にとって、この写真は決定的な証拠になると言える、とコメントしていたぜ。へぇ、それじゃあやっぱりこれはネッシーってことで間違いないのかしら？とは言っても、ネッシーハンターの言うことなんてネッシーがいる前提の話に過ぎない。そんな話に信憑性なんてあるはずがない。という意見もあったみたいだ。なかなか厳しい意見だけど、言ってることは確かに、って思ってしまうわね。そうだろう？まあ、ネッシーハンターも100信じているわけではなく、さらなる調査が必要であり、調査の結果遊牧である可能性も出てくるかもしれない。結論を急いではならない、という主張もしているから比較的中立の立場で考えてはいるかもしれない。中立の立場でも、ネッシーハンターじゃねえ。そりゃ私だって未確認生物は大好きだし、
どちらかといえばいてほしい側なんだけどさ。これだけの写真で、間違いなくいる、って感じにはならないかな、私は。ま、霊夢もさすがにそこまで両手話で信じるほどバカじゃないってことだよな。それじゃあ、これ以降もどんどんネッシーの写真を見せていくから、覚悟しておけよ。おお、いいわよ。そうやって写真がたくさん見れるなら、願ったり叶ったりだわ。続いては、本当につい最近、2023年8月26から27日に目撃されたネッシーの話をする。本当に最近すぎるわね。そんな直近にネッシーの姿が。って、ちょっと待って、目撃ってどういうこと？それがな、その情報を調べてみたところ、写真の撮影までは行けていなかったらしいんだ。そのためこの情報に関しては写真がない。しかし得られている情報はかなり面白いぜ。8月26から27日、スコットランドのネス湖にて、過去50年の間で最大規模の、ネッシー捜索が行われたらしい。現地には、国内外の有名なネッシー専門家200人、さらにボランティアで集まった人々が複数集まり、ネッシーの姿を一目見ようと捜索活動を行ったそうだ。すごいわね、200人とボランティアって、どんだけ多いのよ。ネッシー捜索プロジェクトの中心人物は、ネス湖の水中世界を聞くといい。水中用のマイクなどを設置し、探索を行った。8月25日時点で、捜索に備えて、実際に機器をテストしていた時、どこから来ているのかわからない、4つの独特な音をマイクが拾ったらしい。独特な音、ちょっと気になるわね。一体どういう音なのかしら。音源や種類が何なのかはわからず、実際の音も公開されていなかったからわからなかった。だが、この音の主がネス湖の怪物、ネッシーであると調査員たちは直感していたらしい。音の場所を詳しく探るために、調査員たちはさらなる調査を進めることにした。それで、調査の結果、音の原因は判明したのかしら？いや、残念ながら調査しても、音の原因は明らかにされなかった。しかし、大規模調査の結果、面白いことが判明したみたいだぜ。面白いこと？どうやら、調査の最中に、ネッシーの隠れ家と推測できそうな、洞窟がいくつか見つかったらしい。その洞窟には複数の入り口があり、丘の斜面の中で互いに繋がっているらしかった。洞窟の中には、生物の痕跡は見られなかったが、湖と繋がっている深淵に、何らかの生物が、いる可能性は十分にある、とメディアに答えていたらしいぜ。それでも、結局ネッシーの姿は見つからなかったって感じみたいねー。まあ、そう簡単にネッシーは見つからないという異事例になったとも言える。先ほどの調査では発見できなかったが、それから少し経った後、またしてもネッシーを探すための大規模な調査が行われたらしいぜ。赤外線カメラを使用し、さらに空中から熱画像を生成するドローンも使われたらしい。赤外線にドローンまでかなり大金を使ってるんじゃないかしら、すごいわねー。上空から熱の観察を行うことで、奇妙な熱の動きを確実にキャッチするのが目的なんだとか。普通の魚のサイズかどうかも、熱の大きさでわかるから、巨大な生物がもしいたら、すぐにわかる。まさに現代技術を駆使した探し方って感じね。器具を聞いてるだけでワクワクするわ。それだけの器具を駆使すれば、さすがにネッシーもすぐに見つかるだろう。そう思われた。しかし、残念ながらどんなに器具を用いて、何日かけたとしても、ネッシーは見つからなかった。どうして、せっかくすごい技術を使ったのに、それほどネッシーが見つかりにくい生き物だってこと？まあ、そうとも言えるんだが、調査が終わった後で、とんでもないことが起きてしまったんだ。とんでもないことって何？実は、ネッシーは最終的に、調査隊がいなくなった後で見つかったんだ。ネス湖の隣にあるゲストハウスから、ある日湖の上で何か奇妙な動きがあるという客が現れ、その客が写真を撮ったらしいんだ。その時の写真が、これだぜ。おお、確かに。これはネッシーだわ、ほぼ間違いないでしょこれ。とは言っても、なぜ調査班が最先端の器具を使って探したのに見つからず、調査班がいなくなった途端、急に姿を現すようになったのか。それは、調査器具がうるさくて、いろんなところに逃げ回っていたんじゃないかしら。それでも、熱源の動きが確認できる器具まで用いていたんだぞ。逃げ回ってる姿があったなら、それで見つからなかったというのは、少し不自然なように思えないか？そう言われるとそうって思えちゃうかもしれないけど。でも、逃げ回っていたわけじゃないなら、どうして調査隊がいなくなってから姿を現したの？おそらく、ゲストハウスから撮影したというこの写真は合成じゃないかと言われている。で、出た、疑わしいものがあったらとりあえず合成っていう感じ。まあ仕方ないだろう。最先端器具を使って見つからず、なんとなく湖を眺めていただけの一般人が、写真を撮れてしまうなんて、普通に考えて、合成とか不正を疑ってしまうものだ。
それじゃあ、この写真を撮った後に、もう一度調査隊に行ってもらえばいいじゃない。とりあえず湖にネッシーらしき生き物がいることは確定したわけだから、もう一回調査隊が探しに行けば、今度こそ見つけることができるんじゃない。残念ながら、そんな甘い世界ではないぜ。かなりの器具と人数を動員しているわけだから、費用だってかなりかかっているはずなんだ。ネッシーを目撃した、という情報だけで、そうホイホイ器具を使って探すことができるわけではないんだよ。そんな、でも、せっかく見つけた証拠なのよ。利用しない手はないはずなのに。まあ、せいぜいやっても個人規模で少しネッシーを探す程度だろうな。大人数を集めて、精密器具を使うような金銭的余裕はないだろう。もし見つけることができれば、報奨金や、他の金も入って、潤うかもしれないけどな。それでも、ネッシーが見つかると決まってるわけじゃないもんね。難しいけど、お金の問題だけはどうしようもないし。探そうとすると消えてしまい、諦めた途端に姿を現す、まるで人間をからかってるみたいだ。確かにそんな感じがあるわね。馬鹿にされてるみたいでモヤモヤするわ。さて、そんな霊夢に一つ、面白い話をしてやろう。これだけ人間たちをからかっているような存在のネッシーだが、実は、ある仮説が出ているんだぜ。ある仮説というのは、ネッシーは実は生き物ではなく幽霊なんじゃないかということだ。ね、ネッシーが幽霊、いやいや、それはさすがに、ありえない、と言いたいんだろう？しかし、実際にネッシーが幽霊ではないかという説が、いくつか登場していて、しかもそれなりに話の辻褄も合うような内容なんだ。そもそも、ネッシーは西暦565年に初めて目撃され、これまで目撃情報は1000件を超えるという、それほどの目撃情報が集まっているのに、一度たりとも捕獲されたことがないし、顔までしっかり認識できる写真なんて、一度も撮影されたことがない。確かに言われてみればそうだけど、かといって、それで幽霊になるっておかしくない？まあ話を聞いてくれ。基本的に、科学者のほとんどはネッシーのことを民間上の伝説、架空の存在としている。しかし、この科学者の中の一部が、ネッシーのことを幽霊であると主張しているんだ。その根拠の一つとなるのは、機密指定が解除された CIA の極秘文書から明らかになった。超能力スパイの話なんだそうだ。超能力スパイ？そんなのがいるの？もう少し詳しく教えてほしいわ。その超能力スパイは、名前をエド・デイムスと言い、その人物のリモートビューイングで、得られた知見なんだというそうだ。デイムスのリモートビューイングというのは、いわゆる千里眼や、遠隔透視というものだそうだ。彼はどうやら、古代にまで遡ってリモートビューイングができるんだそうで、聖母マリアやアトランティス大陸の滅亡、父カカコの湖底に眠る文明の痕跡など、壮大なスケールものがかなり多いらしいんだ。すごいわね。古代まで見れる千里眼だなんて、そんな能力があるなら、恐竜がどうやって絶滅したとかも、わかりそうなものな気がしちゃうわ。まあ、詳しくどういう能力なのかは私も知っているわけじゃないから、なんとも言えんが、とにかく、彼のリモートビューイングによると、ネッシーは恐竜の幽霊である、という説が出てくる。一般的に幽霊といえば、亡くなった人間が出てくる状態だと思われがちだが、動物の幽霊も、決して珍しくはないらしい。死んだペットの幽霊だって、飼い主の前に現れるという話はよく聞くからな。ああ確かに、それじゃネッシーも本当に幽霊だっていうこと。リモートビューイングによるとそうらしいな。そもそも、まだこの地球上に誕生して、20万年ほどしか経っていない人類が、ポンポン幽霊化しているのに対し、他の生き物が幽霊化していないという方が理屈としてはおかしくなってくるだろう？言われてみれば確かに、そんな風にも思えてきてしまうかも。恐竜は種類だけなら700を超えると言われる。それだけたくさんの種類が、1億5000万年もの間存続してきたと言われているんだ。ネッシーの幽霊が現れるくらい、あっていいと思えてしまうだろう？確かにねえ、それだけたくさんの恐竜がいるなら、ネッシーくらいいても。ちょっと待ってマリサ。私矛盾を見つけちゃったわよ。それだけたくさんの恐竜がいるっていうなら、どうしてネッシーの幽霊は見つかって、他の恐竜の幽霊は見つからないわけ？じゃないわよ。だって700種類もの恐竜がこれまでに絶滅してきてるんでしょう。それだったら、それらすべての恐竜の幽霊が現れないと説明がつかないじゃない。ほほう、霊夢にしては、なかなか考えているじゃないか。バカにするんじゃないわよ。それじゃ、ネッシー幽霊説は、ネッシーが幽霊であってほしいっていうただの願望って感じなのかしら？残念ながらそういうわけでもなさそうだぜ。なぜ恐竜の幽霊が目撃されたという報告が、極端に少ないのか？その理由についても、しっかりと言及されていたようなんだ。そしてその理由とは、地層が異なっているという点にあるんだとか。地層？恐竜の骨は、ある程度深い地層から出土するのが一般的なんだが、
それは恐竜たちが生きていた時代には、その一帯が地上であったことを意味するらしいんだ。幽霊は基本的に自分たちが生きていた場所に出現するものだとすれば、恐竜の幽霊のほとんどは、地底の奥深くに出現しているということになるわけだ。なるほど、言われてみれば確かに、地中に埋まっているのが、いきなり現代の地上に現れるっていうのも、不自然な感じがするしね。そう。だから恐竜たちの幽霊は、現れているとしても地底の奥深く、人間たちが目にすることのない場所、あるいは、恐竜が人間の幽霊のようなスピリチュアルな存在になれるほど、感情や精神が発達していなかったため、ほぼ目にすることがないという説もある。ああ、精神とかが発達してないと、ああいう概念上の存在になれないみたいな。未だ幽霊ってものに関しては科学的に説明がつかないことだらけだからな。今ここで幽霊とは、という話をしても、何も意味はないんだけどな。とはいえ、人間の幽霊がこれまで多く目撃されていることを考えると、ある程度知能や精神面と、霊体になることには関係がありそうな気はするんだよな。仮に知能や精神面と霊体には何の関係もないとしても、人間には認識しづらいのかもしれない。どうなのかしら？あまりそこまで考えたことはないけど、今回、ネッシーだけは幽霊としてネス湖に現れているかもしれないって話なのよね？その根拠は一体何なの？ネッシーは、おそらく自爆霊としてネス湖に出没しているんじゃないかと考えられている。自爆霊というのは、エネルギーや強い感情が周囲の環境によって保存されたものを指し、これらのエネルギーを蓄えることができるのは現地の石や地面だと言われている。条件が揃えば、それらの物質からエネルギーが放出され、自爆霊が現れるというわけだ。ネッシーがネス湖の自爆霊、でも、そんな話聞いたこともないけど、多くの恐竜たちは、地層の奥深くの方で眠っている。しかし太古の昔にネス湖に生息していたネッシーは、地層に埋められることなくその場で生き絶え、その命が石や地面にエネルギーとして残り、何年も経って、自爆霊として近年目撃情報が増えてきた、何もおかしくはないと思うぜ。また別の可能性としては、首長竜は一般的に水場が好きな恐竜として知られている。水が多く、静謐で自然豊かなネス湖に、自然と惹かれてやってきたのかもしれないと言われる。人間の幽霊だって、川、池、沼なんかで目撃されることが多いと言われるしな。生き物が最終的に帰るところは、やっぱり水に近いところなのかもしれないぜ。まあ、ある程度納得がいく部分といかない部分が分かれているけど、概ねは分かったわ。でも、自爆霊なんだとしたら、ネス湖を入念に探したら、どこかにネッシーの骨が埋まっている可能性があるわけじゃない？どうにかして、ネッシーの骨が見つかれば、自爆霊の説も濃厚になるとは思うんだけど、残念ながら、このネッシー自爆霊説を提唱している研究チームも、ネス湖に調査に行ったことがある。様々な水深の250箇所で DNA を採取し、分析を繰り返してきたが、ネッシーらしき DNA は一つも見つからなかった。せめてネッシーの誤認になりそうな、巨大なワニやチョウザメの DNA でも見つかれば話は別だったかもしれないが、それすらも発見なし。結局、ネッシーは自爆霊なのか、生きているのか、どちらも確定はしていない状況だな。結構鮮明な写真が見つかったのは素晴らしいことだとは思うんだけどねー。いかんせん証拠がないんじゃ、話が進まないわねー。それじゃあ最後に、本当に生きている説が後押しされるような情報を投げておくぜ。2021年1月11日、とあるカメラマンが、定点カメラ観察を行いながら、湖岸近くを移動しているように見える、謎の物体を発見したという報告をしたものだ。ほほう、またしても動く物体、でもそんなの、もう驚けないんだけど。もちろん話はそれだけじゃないぜ。それから8日たった1月19日、長年ネス湖の怪物を探し続けてきたとあるカメラマンが午後2時20分、説明のつかないものを、カメラが捉えていることに気づいたらしい。カメラマンによると20分間その生き物は、姿を現していたらしいんだが、撮影に成功したのは、およそ3分ほどだけだったという。これが実際の動画になるが、動画の中盤で、湖岸近くに一種だけ、黒い物体が映り込む。木などが浮かんだだけだったら、そのまま浮かび続けていなきゃおかしいはずだ。ところが謎の黒い物体は、一瞬浮かび上がったと思ったらすぐに沈んでしまった。おそらく生き物じゃなければ、あんな動きは説明がつかないだろう。でも、結構遠くからの映像だったし、たったこれだけじゃ何もわからないわ。ところが、さらに3日後の22日、同じカメラマンが、再びカメラを設置したところ、またしても謎の黒い物体を捕捉したらしい。その物体は午後2時11分頃から、約3分ほど観測できたが、その後、見えなくなってしまったらしい。しかし今度は湖面から数十センチから1メートル以上の、高さを見せていたらしく、長さはおよそ4メートル近い可能性があるんじゃないかと言われた。
残念ながらその時の映像がなかったため、見せることはできないんだけどな。ちょっと、肝心の映像がないんじゃ、こっちから何も判断できないじゃない。まあ仕方ないと思って許してほしいんだぜ。しかし、カメラマン側も何度も目撃したことで、ネッシー捜索に熱が入ったらしく、さらに1ヶ月が経った頃に、再び監視カメラを設置した。その結果、何やら水面に影が現れたか、と思うような動きが確認された。この影もネッシーではないかと言われているな。他にも、同じ人物が撮影した映像を確認すると、3分頃から謎の生き物の影が確認できる。大きさもかなりあることから、やはりネス湖には巨大生物がいるという噂が広がった。ここまで映像が確認できるなら、どうにかしてネッシーのご存在が見たいけど。残念ながら、ネッシーのご存在は結局映像の中では出てこないみたいだ。それ以降カメラマンが観測をすることはなくなり、ネッシーが本物だったのかどうかはわからなくなったが、その後の目撃情報を聞く限りでは、緑がかった黒色の体をしていたとか、黒い斑点のある物体を見たとか、中には、黒い鱗を持った生き物がいた、というものまである。首長竜って鱗を持ってるイメージはないけど、どうなのかしら。ただの見間違いかもしれないし、本当に鱗を持った生き物がいたのかもしれない。何が本当のことなのかはわからないが、相変わらずネス湖では、謎の生き物の目撃情報があり、ネッシーかそうでないかの議論が未だに続けられているみたいだぜ。鱗があるっていうのはさすがに違う生き物なんじゃない？って疑っちゃうけど、これまで、結局一つもまともにネッシーの目撃情報が出てこなかったし、もう鱗付きでもいいから、一体とりあえず捕獲した方がいいんじゃないかと思えてきたわ。とは言っても、捕まえるだけでも一苦労だろうし、大掛かりな器具を持ってきたら隠れていなくなるし、正直言って、ネッシーの捕獲はもう叶わぬ幻想なんじゃないかと思えてくるんだよな。そんなこと言わないでよ。きっとこれからもネッシーを捕まえようって人が現れて、いろんな器具とか持ってきてくれるはずよ。そしていつか捕まえて、霊夢未確認生物水族館に、寄贈してもらわなきゃいけないんだから。それ、お前が完全に漁夫乗りをしてるじゃねえか。まあまあそれはさておいて、もしもネッシーが本当に自爆霊だとしたら、それはそれで夢のある話な気がするわ。人間の幽霊の研究よりも先に、恐竜の幽霊の研究をした方が、なんだか楽しそうだしねえ。どっちを先に研究するにしても、まずはネッシーの姿を確認しないとな。っていうか、現地の人たちにばかり任せてないで、お前も少しは調べてみたらどうなんだ？それは嫌だ。確かに現物は見てみたいけど、それ以上に移動がめんどくさすぎる。お前なぁ、少しは現地で探しに行ってみて、未確認生物の生態を調べるのも楽しいと思うぞ。そんなに楽しいんだったら、マリサが一度調べに行ってみたらいいんじゃない？私はパスさせてもらうわ。やれやれ、結局自分で行くのが嫌なだけだろ。まあ、私もたまにはネッシーの調査に行ってみるとするかな。そんなわけで今日の。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ああ、有名になりたい。おいおい、突然どうした霊夢？なんか、誰も見つけたことがないものを新発見して、それに第一発見者として有名になって、お金や名声ががっぽり欲しい。おいおい、なんだかその言葉いろいろとおかしいぞ。別に新種の生き物を発見してもそれだけじゃ有名になれないぞ。え？そうなの？そうだ。そもそも近年では1年間200種類以上の新種の生き物が見つかっているんだ。もちろん発見者はその筋では有名な人が多いが、霊夢はそんな人たちの名前を知っているか？ごめん、知らない。さらに言えば、新種の生き物をそうだと見分けるのには技術や知識が必要だし、それをお金につなげるのはもっと大変だ。霊夢はそういうこと、できるか？それなら、見つけただけで、有名になれて、お金持ちになれて、さらには一目で新種の生き物だってわかる生き物はいないの？なかなかに無茶を言うな。なら、ネッシーでも探してみるか？ネッシー？名前だけは聞いたことがあるわね。ネッシーはいわゆる最も有名な馬の一種でな。実在こそ疑われているが、このネッシーの存在を確認できる証拠には、なんと100万ポンド、日本円にして2億4000万円の賞金がかけられたんだ。おお。その上最近は、ネッシー実在論を補強するような新たな証拠も見つかっているからな。今、ネッシー界隈が熱いんだ。なら私もそのチャンスに乗り遅れるわけにいかないじゃない。早く、私にもそのネッシーについての情報を教えなさいよ。わかったわかった。というわけで今回はネッシーについてとその実在説や、それに関する様々な証拠なんかを解説していくんだぜ。と、その前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。ぜひ、よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。というわけで、まずはネッシーについてからだな。ネッシーは、イギリス、スコットランドのネス湖で目撃されたとされる、未確認動物の通称で、
20世紀最大級のミステリーの一つなんだぜ。ザ、首長竜って感じのイメージね。記録として残されている最古の記録は西暦565年頃から言及されていてな。古くから、しばしば発見報告がされている生き物で、特に1933年以降発見報告が爆発的に増え、様々な写真や映像が公表されてきたんだ。おお、なんだか黒いけど、首長竜っぽいのが自ら顔を出しているわね。このネッシーという名称は世界的に普及しており、実際に日本でもこの名前で浸透。20世紀における最大のミステリーとして UFO などに並ぶ謎として語られてきたんだ。UFO とネッシー、なぜか並ぶと一気に色物感が出てくるわね。ネッシーの正体については諸説あるが、最も一般的なのは、恐竜時代に栄えた大型水生爬虫類である首長竜プレシオサウルスの生き残り、あるいはそれが進化したものというのが最もよく知られているな。現代まで恐竜が生き残っていたら、それは超ビッグニュースじゃない。それ以外にも、ブラキオサウルスなどが属する竜脚類の生き残り説や、巨大な魚類説など、様々な説が存在するぞ。魚類説はちょっと残念だけど、さすがに竜脚類の生き残り説は強きすぎない？もっとも、このネッシーは今なお多くの目撃情報や写真こそ見つかるが、その実物を捕まえた人はおらず、その証拠も捏造や誤解が多いことでも有名だ。あちゃー。だからこそ、このネッシーがいたという有力な証拠写真には賞金かけられるほどであり、今なお定期的にこのネッシーを捜索する研究は数多く進められているんだ。さて、ここからは実際になぜこのネッシーが実在すると言われているか根拠について解説していくぞ。わーい。まずこのネッシーは、本当に目撃情報が多く、それは別に近代に入ってからというものではないんだ。それこそ、今から約1300年前から、このネッシー実在に関する証言が存在するんだ。そんなに古くから？ああ、このネッシーについて書かれた最古の書籍は、聖コロンバ伝と呼ばれる、アイルランドの修道僧である聖コロンバの伝記でな。この書籍によれば、ネス湖につながるネス川の底の隠れ家には、水の獣と呼ばれる巨大な生き物が生息しており、水面に上がってくると、大きなうなり声を上げて突進してきたと書かれているんだ。ネッシーに襲われているじゃん、やばいじゃん。もっとも、この話は神のカゴで、そのネッシーの襲撃をなんとかできたとされている。が、それでもこれ以降もネス湖周辺での大型生物目撃情報は多数あり、ネス湖周辺では古くから何かしらの生き物が住み着いているとされていたんだ。なるほどねー。それに、このネス湖はイギリス最大の淡水湖だ。水深も最大で約230メートルもあり、非常に底が深い。これなら、大型の水生生物も無理なく隠れることができる大きさだ。それでも、今なら衛星写真とか色々あるじゃない。それらを使えば簡単に探せそうだけど。それに関しては、実はネス湖は非常に水が濁っていることで有名なんだ。一応水質自体は綺麗なんだそうだが、そもそもこの辺の地層が泥質であり、そのせいで水自体が独特の茶色に染まってしまっているからなんだ。それこそ、少し潜ればすぐに視界が通らなくなってしまうほどに、な。なんという、天然のカーテン。その上、ボストン応用科学アカデミーの調査隊による断面操作ソナーの実験で、ネス湖の岩壁に大きな動物が隠れるのに十分な広さの洞窟、もしくはくぼみとおぼしきものが発見されているからな。それこそ、大型動物がそこに隠れ、食料を得ることができるほどの、な。つまり、ネス湖はその広さと深さと汚さ、さらに隠れ家の存在で、その神秘性を保っているというわけね。そして、近年ネッシーの祖先とされている、プレシオサウルスについての研究が進んだことにより、これが逆にネッシーがプレシオサウルスの生き残りであるという説を後押ししていたりもするんだ。それって本当？その手の研究って、なんとなく、研究が進めば進むほど、ネッシー生存説を否定する気がするんだけど。それに関しては、最近の研究が進むまで、ネッシーの祖先であるプレシオサウルスが、もともとはいくらか生態が勘違いされていた生き物だからなんだ。と、言うと？実はプレシオサウルスは昔は恐竜であるため卵生であり、そのため生活こそ海の中でするが、産卵は地上でする生き物だと考えられていたんだ。ああ、それはわかるわ。確かに、ドラマルモンの映画のピースケとかも、卵から生まれていたものね。これに関しては、今現在現存している海生爬虫類であるカメをイメージしてもらえばそれほどおかしいことではなく、海蛇なども陸地で産卵するから、そこから過去に存在した海生爬虫類であるプレシオサウルスの生態を考えたらそうなったわけなんだ。つまりは、プレシオサウルスは、昔はカメみたいに、産卵の時だけ海岸に戻ってきて、卵を海岸に埋めると考えられていたわけね。だからこそ、多くのネッシー否定派の人たちは、もしプレシオサウルスの生き残りであるネッシーが本当にいるのなら、その産卵はネス湖の周囲の地上で行われているはずだとして、
その産卵場所や産卵シーンがネス湖周辺で見つかっていないのはおかしいと主張していたんだ。なんと冷静で、的確な判断。が、実はこれは間違いであったんだ。それはつまり、実はネス湖周辺で、すでにネッシーの産卵場所が見つかっていたとか？そんなわけあるか。実はな、このネッシーの祖先と言われているプレシオサウルスは、卵を産まないいわゆる胎生の生き物であることが最近わかったんだ。アメリカの研究チームが1987年に発掘された首長竜の一種であるプレシオサウルス類の化石を分析したところ、体内に1匹の子供の骨格が残っていることが2011年に判明したんだ。この写真のお腹部分にいるのが、そのプレシオサウルスの赤ちゃんというわけね。これにより、ネッシーがもし仮にプレシオサウルスの生き残りだとしても、その一生は水中で完結するものであり、卵を産みに陸上へ上がる必要はないことになる。すなわち、未だネッシーの産卵場所が発見されていないのは、そもそもネッシーが卵を産まない生き物だから、というわけね。そして、さらにもう一つ、プレシオサウルスの化石の発見によって、わかったことがある。おお、まだ他にも？実は、最近、現在のモロッコのサハラ砂漠で小型のプレシオサウルスの化石が発見されたんだ。そして、その化石が発見された場所はかつては川であったこともすでに判明しているんだ。それはつまり、そう、つまり、プレシオサウルスは種類によって、淡水性の生き物であったわけだ。一部の反ネッシー論者は、ずっと淡水湖であったネス湖に海生であるプレシオサウルスの子孫がいるということはおかしいと主張していたが、この発見によってこの反論そのものを言い返せるようになったんだ。このように、プレシオサウルスの生態が明らかになるにつれ、今まで出てきたネッシー存在論への反論を無数に打ち破ることになったんだぜ。考古学最高、おかげで、今まで発表されていたネッシーの写真が、急に全部本物に見えてきたわ。さすがにそれは言い過ぎだろ。ともあれ、この淡水性のプレシオサウルスの化石の大きさは、大人で全長3メートル、子供だと 1.5 メートル程度。この程度の大きさなら、たとえネス湖の大きさでも十分生存可能な大きさであり、生態学的にもおかしくはないだろうしな。それは嫌よ、ネッシーは巨大じゃなきゃ困るわよ。それこそ、シロナガスクジラくらいあってほしい。さすがに、体長30メートルクラスはいろんな意味で、無謀だから諦めろ。それと、実は2019年に、ニュージーランドオタゴ大学が、ネス湖の水中にある糞や水などから DNA を採取し、ネス湖にいる生き物の種類を調査したんだ。おお、そんな研究まで。だが残念ながら、その研究ではネッシーに該当するような生き物の DNA は見つからなかった。が、それでもこの研究はネッシーの存在を否定するものではなく、研究チームも、ネッシーの存在は十分あり得るという結論を出している。今回はあくまで、偶然見つからなかっただけで、ネッシーがネス湖にいる可能性は全然あり得ると。それに、ネッシーがプレシオサウルスの生き残り説ではない、ネス湖に住むただの巨大生物のことを指すのなら、その存在がいる確率はもっと高くなるからな。例えば、チョウザメなどの大型魚類がネス湖に逆行することは頻繁に起きており、実際にネス湖に逆行したチョウザメをネッシーと見間違えた発見報告は数多くあるんだ。突然夢のない話はやめてくれる？そんなネス湖に住む巨大生物としてのネッシーの正体として一番有力なのは、このヨーロッパオオナマズだな。体長は最大4メートルを超え、巨大で肉食。鳥や犬を襲って食べ、噂では人を食べたこともあると言われる巨大魚だぞ。ひえ、何このデカすぎてヤバすぎる魚は。というか、サイズで言うとこのヨーロッパオオナマズはプレシオサウルスよりも大きいからな。なんなら、もしネス湖にプレシオサウルスがいても、このヨーロッパオオナマズがいたら、逆に襲われてしまう可能性もあるな。縁起でもない。さらに言えば、ネス湖で最も多い生き物の一つにウナギがいるから、それが信じられないほど巨大化したのがネッシーの正体なんて説もあったりする。ほら、それならあの長い首の部分とウナギの長い胴体で、特徴が一致するだろ。とりあえず、どんなネッシーでも贅沢は言わないから、せめて首長竜の姿ではあってほしいわ。さて、ここからは実際に見つかった、ネッシーの目撃証言についていくつか紹介していくぞ。そうよね。論より証拠。ネッシーの正体について、何と言われようが、証拠である写真が正しければ、問題ないのよ。まずはじめに紹介するのは、ネッシーの写真で一番有名な、通称下界の写真と呼ばれるものだ。1934年にロンドンの下界が彼の友人と散歩中に、ネス湖で発見したものを写真で撮ったものだそうだ。白黒ではあるけど、この頭部と首の感じ、まさにネッシーが水面から顔を出している写真。そういうことね。この写真は、この写真を撮った下界の証言などから高い信用を得ることになり、大いに有名に、雑誌や新聞にも掲載され、それこそこのネッシーの名が世界的に広まった火付け役となった写真でもあるんだ。
つまり、この写真はみんな知っているし、証拠としての価値が非常に高い。だからみんなでこの写真を調べれば、ネッシーの正体がつかめるかもというわけね。が、残念ながら、この写真を撮ったクリスチャン・スパーリング氏自身により、この写真は偽物だと証言されてしまったんだ。なお、なぜそんなことをしたかといえば、以前彼が見つけたネッシーの足跡が偽物だと判定されたため、その意向返しに彼の友人である外科医に協力を要請し、この写真を制作したんだそうだ。本人もエイプリルフールのジョークとして済ますつもりだったが、この写真が雑誌に掲載されてしまったせいで後に引けなくなってしまったそうでな。だから彼は、死の間際までこの事実をなかなか告白できなかったそうだ。そりゃそうよ。ちょっとした仕返しのいたずらで作った写真がまさか世界レベルのニュースになっちゃうなんて、それを嘘でエースなんて、言える度胸は普通の人にはないわよ。これ以外に有名なネッシーの写真として、ヒューグレイの写真と呼ばれるものがある。これは、ちょっとわかりにくいけど、湖に水しぶきを上げる何かがいるのはわかるわね。この写真は、1933年に撮影された写真でな。この撮影者であるヒューグレイはネス湖周辺で歩いている時に偶然ネッシーを発見。それにより彼はネッシーのファンとなり、その後もこのネス湖周辺でネッシーを探し回り、ようやくその姿を写真に収めることに成功したそうだ。まさかのネッシーマニアによる写真とは、彼の執念がネッシーを引き寄せたのね。彼曰く、ネッシーの大きさは15メートルを超える。これは既存のプレシオサウルスの5倍以上の大きさを持つということになる。甲殻硬化この写真のネガは見つかってないし、嘘だという証言もされていない。だから、この写真を嘘だと批判するか本物と考えるかは人それぞれなんだぜ。もちろん私は、後者を取る。それと、最近の写真では2014年に、Apple の地図アプリでの衛星写真に、ネス湖に巨大な生き物の影が発見されていたりもする。おお、今から10年以内のフレッシュなネッシーの写真じゃない。こちらの写真に関してはあくまで水面に映る巨大な影に過ぎず首長竜であるかどうかまではわからないが、その大きさは異常なほど大きく、プレシオサウルスの3メートルを遥かに超えるサイズであることは確かだ。え？周りに生えてる木のサイズと比較すると、このネッシー、もしかして超巨大サイズ？小さい粒である棒と小さくても2メートルと仮定すると、20メートルくらいあるわよ。まあ、これ以外にも2020年に SNS でネス湖を泳いでいる謎の生物の写真が投稿されたり、そもそもネッシーの発見自体は年に数回は報告されたりしている。未だ現物の捕獲や決定的な証拠写真こそ見つかってはいないが、それでもネッシーの目撃証言は今なお定期的にされているんだ。それこそ、ネス湖では10日に1回はネッシーの発見報告が上がっているほどには。定期的に見つかるし、みんながいるって言うんだから、そりゃネッシーはいるでしょ。もっとも、現代は科学技術や撮影技術が発達し、ネッシーを研究する人も昔とは比べ物にならないくらいに増えた。だからこそ、過去は有力とされたネッシーの写真や証拠も、それが嘘であったり、偽物であると判明されたりすることも多くなってしまっているのも事実だ。そんな、しかしながら、それでもこのネッシーの存在は、その姿が確認されるまで続くだろうし、少なくとも、その存在が完全に否定されることはそうそうないだろうな。それはやっぱり、悪魔の証明というか、ないものを証明するのは難しいからかしら？もちろんそれもある。が、それ以上にこのネッシーの存在は、ネス湖周辺のみならず、スコットランドにとっても最高の観光資源だからな。ネス湖周辺では、ネス湖のクルージングツアーに、バスツアー、ネッシー博物館など、ネッシーが地元に与える経済効果は非常に大きなもので、その額なんと、年間4070万ポンド、日本円にして、約60億8000万円もの経済効果があるんだぜ。ネッシーの経済効果すげえ。実際にネス湖への観光客は年間50万人にも上るからな。これ以外にもネス湖周辺にはアーカート城と呼ばれる古城などの数多くの観光スポットがある。ネッシーの知名度と無数の観光スポットによる相乗効果は、膨大であり、それこそネッシーの存在のおかげで生活できている人は数多く存在するだろうな。そりゃ、これほどまでに盛り上がっているネッシーの経済効果をなくすのは無理だし、それをしようと思ったら現地の人が反対するのは目に見えているわ。だからこそ、もし真にネッシーを発見するのなら、この噂以上のネッシーの正体の確定、すなわち、現代で本当に生き残ったプレシオサウルスの生き残りを発見するなんて異様でも成し遂げない限り、厳しいと思うんだぜ。いろんな意味でハードルが高すぎるわよ、それ。そんなわけで今日の、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサー、ネッシーが見たいわよー。何ダダをこねてるんだよ、気色悪いな。ちょっと、気色悪いは悪口じゃない？私はただネッシーが見たいだけなのに。そうは言ってもなー、ネッシーなんて簡単に見せられるものじゃないし。
そうだ、ネッシーは無理だが、ネッシーの代わりの禁煙種を見せるっていうのはどうだ？え？ネッシーの禁煙種？そうだ、ネッシーの禁煙種は、海外だけでなく日本にも数多くいるんだぜ。何それ、そんな話聞いたことないわよ。なんだかすごく気になってきたわ。ネッシーの禁煙種について、教えてちょうだい。それじゃあ、今回はネッシーの禁煙種の目撃証言について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初は、イッシーについて紹介していくとしよう。イッシー？いきなりネッシーっぽい名前ね。それはどういう生き物なのかしら。イッシーは、鹿児島県池田湖にて発見されたというネッシー型の未確認生物だぜ。初めての目撃情報は1960年で、1978年には法事で集まっていた20人以上の人が同時に目撃したと、話題にもなっていたらしいんだ。へぇ、20人が同時に目撃したっていうなら、幻覚とかの可能性は低そうね。どうやらその話題が有名になったのか、イッシーは海外でもそれなりに有名らしくてな。池田湖の怪物と呼ばれて、外国人観光客も大勢やってきていたそうなんだ。へぇ、外国の方からも人気の未確認生物だったんだ。なんだか、日本の未確認生物が有名になると、誇らしいような気持ちになってくるわねー。とは言っても、イッシーが実在するという明確な証拠を入手した人は全くいないんだ。目撃情報自体は確かにたくさんあるんだが、写真やビデオで撮られたものは全て不鮮明で、本当に生き物なのかどうか判断しにくい状態だ。そうなの？せっかくのイッシーなんだから、もうちょっと頑張って撮影してほしいんだけど。まあなあ、気持ちはわかるんだが、あんまり無茶を言ってもいけない。未確認生物の決定的な証拠なんて、見つかることの方が珍しいくらいなんだからな。確かにそれはそうかもしれないけど。また、イッシーに関しては、ちょっと怪しまれるような情報も回ってきているんだ。え？怪しまれるって、もしかして、イッシーは存在しない、みたいな。残念ながらそういうことだぜ。なんでよ、せっかくの未確認生物なのに、存在を否定するようなことして。存在自体は否定はされていないんだが、ネッシー系のモンスターの正体の相場として、古代の巨大恐竜が正体なんじゃないか、という声がよく上がってくるんだよ。ああ、確かに、ネッシーも古代の恐竜が正体なんじゃないかって言われてるわよね。だからイッシーの正体の候補も古代の恐竜だったんだが、池田湖の歴史から掘り下げていくと、池田湖は5000年ほど前に自然にできた、カルデラ湖だと言われているんだよ。え？5000年前にできた？5000年前に、日本に巨大な恐竜がいたかと言われたら、いるわけがないと誰しもが答えるだろう。そして湖自体のサイズ。一応池田湖は九州最大のサイズをしているそうだが、それでもその大きさは15キロ程度。ネッシーが潜んでいるネス湖は86キロあるんだ。もしもネッシーと同じサイズの化け物が住んでいるとしても、15キロの湖では、いくらなんでもサイズが小さすぎるんじゃないか、ということなんだよ。そんな、それじゃあイッシーは、池田湖にはいないことが確定してるの？イッシーがいないとは言わないが、その正体は、巨大なウナギなんじゃないか？という説が有力だな。そんなの面白くないわ。せっかくイッシーが見つかったんだから、もっと未確認生物であることを、アピールしていかなきゃいけないのに。そうは言っても、話題になった1970年代に比べ、現代ではほとんど話題にならなくなっている。そのことを考えても、世間はもうイッシーに関してさほどの関心はなくなってしまっているんだよ。せっかくの未確認生物なのに。イッシーは巨大ウナギであるという説が強くなってしまったが、日本にはまだまだ、ネッシーの禁煙種の目撃情報があるぜ。続いて紹介するのは、クッシーだ。クッシー、今度はどこの湖の生き物かしら？クッシーは、北海道にあるクッシャロ湖に生息すると言われている未確認生物だぜ。その見た目もまるでネッシーそのもので、目撃情報もかなり多いらしいんだ。でもどうせ、さっきのイッシーみたいに、湖の歴史が浅いから、みたいなこと言われてるんじゃない？いや、クッシーに関してはそんなことはなく、むしろ昔から北海道で生活しているアイヌ民族の、伝承の中にも湖に巨大な蛇が潜んでいるという話が、湖に住む巨大なアメマスやイトウといった、巨大生物を示唆するような話が残されているらしいんだ。おお、そういう話が残ってるなら、クッシーは期待できそうな気がしてくるわね。そうなんだよ。さらにクッシーには、頭部にキリンのような角が2本、背中のコブは2つと、ネッシーとは違う、個性が多く確認されているんだ。おお、そこまでわかっているなら、本当にクッシーが存在していそうじゃない。クッシーの写真とかは残されていないのかしら。写真や映像なんかはあまり残っていないらしいが、目撃情報はかなり多いみたいだな。わざわざ本土から北海道まで行き、
ッシーを見に行く観光客も多かったみたいだ。そこまで話題になってる未確認生物なら、確かに直接行って見に行きたくなるからね。しかし、クッシーの存在を否定する声も、数多く上がっていたんだぜ。ここまで話題に上がってるのに、どうして否定なんかしちゃうのよ。どうやら、クッシーが生息しているというクッシャロ湖は、もともと酸性の湖になっていて、巨大な生物が生きていく分の生き物の数が極端に少ないということらしい。巨大な生き物が生きていくためには、当然ながら餌が必要になってくる。しかしその餌が少ないということなら、確かに存在を否定する声が出るのは当然だと思うぜ。でも、何かしらの方法で生きているかもしれないわ。まだ諦めるには早いでしょう。クッシーの存在を否定する声はまだ上がってるぜ。1983年、クッシャロで大きな地震が発生し、クッシャロ湖の湖底から硫黄が噴き出したそうだ。その結果湖の水が極端な酸性となり、湖に生息していた生物が、ほぼ全滅してしまったと言われているんだよ。そんな、それじゃあもしかして、クッシーがいたとしても、その影響で？もしかしたら、すでに生き絶えているかもしれないな。以上の点から、クッシャロ湖は大型生物が生きていけるような環境ではないと言われているぜ。悲しすぎる、せっかく未確認生物がいるかもって期待していたのに。また、クッシーに関して、ちょっと奇妙なことが起きているらしいんだよ。奇妙なこと？一体何よ。クッシーはネッシーブームが巻き起こった1970年代から90年代までは多くの目撃情報が飛び交っていたんだが、ブームが過ぎ去った2000年代に突入すると、ピタリと目撃情報がなくなってしまったんだよ。それは一体どういうことかしら？考えられる可能性としては、クッシーはクッシャロ、および北海道を観光地にするために、ブームに乗っかって、生み出された架空の未確認生物で、そもそも実在する生き物ではなかったという説だ。そんな、せっかくの未確認生物なのに、架空の存在だなんて、信じたくない。信じたくない気持ちは十分理解するんだが、その可能性は確かに高いんだよな。あまりにも急に目撃情報がなくなったから、誰しもそうやって疑いたくなるものだろう。せっかくの未確認生物なのに、そんなことって。まあ、多くの未確認生物は観光地を盛り上げるために生み出された存在でもあるから。こういう悲しい出来事が起きるのも、ある程度仕方のない話ではあるんだよ。続いて紹介するのは、コッシーだぜ。コッシー？何かの教育番組のキャラクターにそんなのがいた気がするわ。そっちのコッシーではないんだが、コッシーは鹿児島県にある甑島すき崎池にて発見された未確認生物だぜ。コッシーは目撃情報も少なく、そこまで話題にならなかった存在ではあるんだが、これも一応、名前を見るにネッシータイプのモンスターと見て間違いないだろう。おお、イッシーとクッシー、二体とも正体に期待はできなそうだから、コッシーこそは、ネッシー系の生き物であることを期待してるわよ。じゃあ最初に霊夢に残念な知らせだが、コッシーの正体もほとんどわかっているみたいだぜ。嘘でしょ？なんで？どうやら、この池の近くには映画村の中に流れる川があるらしいんだが、その川では、大きなコブダイがよく泳いでいるのが有名なんだそうだ。コッシーは、そのコブダイが移動してきて、未確認生物扱いされているだけなんじゃないか、と、言われているみたいなんだよ。コブダイがネッシーだと思われてるっていうの？それはいくらなんでもないんじゃないかしら。しかし、コブダイの特徴的なコブが水面から出てくる様子を見たら、きっと多くの人はあのコブはなんだ、きっと巨大生物のコブに違いない、と思うはずだ。実際、コブダイのコブを見て、コッシーだと勘違いした人も多いらしいぜ。なんで、確かに未確認生物の情報は多い方がいいけど、そんな雑に未確認生物認定しないでほしいわ。未確認生物に関して厳しいな霊夢は、しかし、コッシーはあまり有名でないわけだし、マイナーなネッシー系モンスターとしては、これくらいの正体がちょうどいいかもしれないな。未確認生物にちょうどいいも何もあるか。気を取り直して、他のネッシー系モンスターについて話を進めていくことにしよう。続いて紹介するのは、モッシーだぜ。今度はどこの湖にいるのかしら。モッシーは富士山の周辺にある湖の一つ、本栖湖にて発見された未確認生物だぜ。富士山自体が神秘的でどこか不思議な空気をまとっているから、ここには未確認生物がいるかも、と、考えている人は多いそうだ。確かに、富士の樹海なんてミステリアスすぎて、絶対に近づきたくないしね。そういう不気味さも相まって、本栖湖のモッシーはかなり不気味な存在だと、考えられていたみたいだぜ。それで？モッシーっていうのはどういう生き物なのよ？モッシーは、1987年頃に世間に注目されるようになった。湖面から少し出ていた背中を見た目撃者は、まるでワニのようにトゲトゲしい背中をしていた、と語っているらしいぜ。ワニのようにトゲトゲしい？
そんな物騒な見た目をしているの？ワニのような見た目の生き物がいる、となれば、すぐに捕獲に乗り出した地元の漁師たち。早速マグロ漁で使う網を仕掛けて、モッシー捕獲作戦が行われたみたいだぜ。行動力が早くて助かるわね。ぜひ捕まえてほしいけど、結果はどうなったのかしら。結果は、残念ながら、捕まえることはできなかったみたいだぜ。そう、残念だわ。やっぱり未確認生物を捕まえるのはそんなに簡単なことではないのね。そうだな。しかし、モッシーがどういう生き物かを知るいい機会になったみたいだぜ。なんと、仕掛けた網は食いちぎられたような跡が残されていたみたいなんだよ。え、食いちぎられたって、よっぽど鋭い歯を持ってるってことじゃないの？そういうことだ。もしかしたら、モッシーは肉食の生物なのかもしれないな。なんだかそう思うとワクワクしてきたわ。怖いけど、ぜひ見てみたい。あ、でもちょっと待って、これまでのことを考えると、モトスコも酸性の湖で、実は生物が住めるような環境じゃない、みたいなオチが待ってるんじゃないでしょうね。すっかり警戒心が強まってしまったな、安心しろ。モトスコは生物が生息できる環境にあるし、しかもモトスコには、巨大な生物が潜む可能性が高い、ある特徴があるんだよ。ある特徴？実はモトスコは、かなり水の底が深くなっていて、その水深はなんと100メートルを超えるらしいんだ。水の底がどうなっているのか、そこにはどんな生物が潜んでいるのかは、調査されていないらしい。え？それじゃあもしかしたら水の底に謎の巨大生物が潜んでいるって可能性も？十分考えられるだろうな。モッシーは普段は水の底でおとなしくしているかもしれない。おお、すごい、モッシーは本当に実在するかもしれないのね。さらに、モトスコはどうやら1000万年以上前は海の底だったことがわかっている。もしかしたら、当時海で生息していた生き物の子孫が、モッシーなのかもしれないな。すごい、そこまでのことがわかってるなら、もっともっと調査を進めてもらいたいわ。今後モッシーの調査が進むのかはわからないが、現状、モッシーが一番新種の生物として、新しく認められそうではあるよな。とはいえ、モッシーの存在を否定する声もあるから、一応そっちも紹介しておくことにするぜ。ふん、ここまでいろんな情報があるんだから、今さら否定派が現れてもどうってことないわよ。ところが、否定派の声も軽視できない感じなんだ。なんとモトスコでは、その昔チョウザメを放流したことがあるらしくてな。それが巨大化したものが今も住んでいるかもしれない、ということなんだよ。チョウザメ、出たわね。いつもネッシー系モンスターの正体の候補として、上がってくるんだから。とは言っても、今回はチョウザメが正体、という線はあまりないと思うぜ。今回のモッシーは、目撃者の証言によると、30メートルはある巨体だったらしいからな。さすがにそこまで巨大だと、チョウザメは愚か、既存の生物だとどれも該当しないだろうからな。なるほど、そんな大きさなら確かに、チョウザメではないと思うわね。しかし、いかんせん目撃情報が少ないし、捕獲作戦もそれ以降は行われていないみたいだから、今後モッシーが人目につくことがあるのかは、わからないな。せっかく存在する可能性が高い生き物なんだから、ぜひとも見つけてほしいところなんだけど。続いて紹介するのは、シッシーだぜ。シッシー、なんだかふざけた名前ね。今度はどういう生き物なのよ。シッシーは、栃木県にある中禅寺湖にて発見された、巨大なネッシー系モンスターなんだが、何がすごいって、その名前だよな。あまりにも語呂が悪すぎて、きっと多くの人が、その名前に驚いたことだと思うぜ。今まさにものすごく驚いてるわよ。そんな名前でいいのか、って感じだわ。シッシーはどうやら、ネッシー系に該当する生き物ではあるが、その見た目はまるでオオサンショウウオのような平べったい生き物のイメージがあるみたいだ。へえ、オオサンショウウオ、栃木県にそんな見た目の生き物がいるなんて。一応オオサンショウウオのようなフォルムはしているということだが、サイズ感があまりにも違う。一般的なオオサンショウウオは 1.5 メートルほどの大きさをしているんだが、今回発見されたシッシーは、大きさ15メートルを超えるほどのサイズ感をしているらしい。大きさ15メートル？確かに、そんなサイズのオオサンショウウオがいたら怖すぎるわね。なんならクジラくらいのサイズ感があるからな。一体何が正体なのか、といった感じだが、残念ながらシッシーに関しては、あまり目撃情報が多くない上に、捕獲作戦などが行われているわけでもない。だからこれ以上情報が更新される可能性が低いんだ。せっかくの未確認生物なんだから、みんなもうちょっと調べましょうよー。そうは言っても、中禅寺湖に関しては、まだまだ色々と議論の余地があるみたいだからな。議論の余地？一体何よ、議論の余地って。中禅寺湖は話を聞くところによると、どうやらせきとめ湖、どこからも水が入ってくることのない湖らしいんだ。そうなの？そんな場所で、一体どこから生き物が入ってくるんだという話になるわけで、シッシーの存在自体が疑問視されることもあるみたいなんだよ。
そんなー、でも目撃情報があるわけだし、やっぱり何かの生き物がいるんじゃないの？何かの生き物がいる可能性は十分あるんだが、ここでもいつもの可能性が浮上してくる。誰かが放流したチョウザメが、この中にいるんじゃないかという説だな。また出たわねチョウザメ、もうチョウザメはいいのよ、私はチッシーが見たいの。さて、続いて紹介するのは、ハッシーだぜ。今度はハッシー、ほんと、いろんな〇〇っしーがたくさんいるものなのねー。このハッシーに関しては、面白いことに2体いることがわかっているんだ。2体いる？どういうこと？意味がわからないんだけど。まあ、順を追って説明していくことにするぜ。まずハッシーは、静岡県の浜名湖にて発見された。体長5メートルはあったとされる、謎の生き物なんだが、目撃者によると、現れる時は水面が盛り上がるようになって、もしあれが船に突っ込んできたら、船がひっくり返ってしまう、と思うほど、巨大に感じられたそうだ。そんな巨大生物が本当にいるなんて、なんだか急に怖くなってきたわ。専門家によると、アザラシやオットセイが現れたのでは、という意見もあったが、アザラシやオットセイでもさすがに5メートルほどはない。ということで、この大きさの生き物の正体がわからず、他の専門家たちも当惑したらしい。おお、専門家ですらわからない存在なら、本当に未知の生物ってことになるんじゃない？そうかもしれないが、残念なことに、ハッシーはそれ以降姿を現すことは、なくなり、話題もだんだん出てこなくなっていった。結局、正体はわからずじまいなんだよ。ええー、せっかく発見されたのに、どうしていつも真剣に調査しないのよ。あのな霊夢、ちょっと冷静に考えてみてほしいんだが、未確認生物を捕獲しようと思うと、何が必要か考えたことはあるか？え？捕まえるってなれば、当然網とかが必要でしょうね。それだけじゃない。湖で捕獲するとなれば、船を出す必要があるだろう。それに5メートル級の生き物となれば、一人ではとても捕獲はできないから、人数を集めて捕獲の準備をする必要がある。するとどうなるかというと、多くの人の時間と労力を奪うことになるんだ。それぞれみんな、自分の仕事とかがあるのに、いるかもわからない未確認生物のために、貴重な時間を使わなきゃいけなくなる。確実に捕獲できるならともかく、確定していない情報が多い中で、そこまでの労力を割こうという人は少ないんだよ。理屈はわかるけど、でも、もっと情報が出てくれば本格的に捕獲作戦も計画されていくかもしれないが、情報が少ないうちは、仕方のないことだと割り切るしかないと思うぜ。せっかくだから、未確認生物をちゃんと捕獲してほしかった。悲しんでいる霊夢に朗報を伝えてやろう。最初の方で伝えた、2体目のハッシーの話だ。あ、そういえばハッシーは2体いるとかなんとか言ってたわよね。あれは何だったの？実は、ハッシーと名付けられた生き物は2種類いて、1体は浜名湖で発見された。そしてもう1体は、岐阜県で発見された生き物なんだよ。岐阜県？岐阜県って、あの白川村とかある？あんなところにも未確認生物が。岐阜県で発見されたハッシーは、羽島市に流れる長良川という川で見つかったそうだ。ただし、こっちのハッシーも発見されたのはたったの一度だけ。それ以降は見つかっていないらしい。結局こっちも見つかってないんだ。それで？どういう見た目の生き物なのかしら？体長は2メートルほどで、幅は1メートルほど。どうやらエイのような姿をした生き物だったそうだ。エイ？でも、川にエイなんて現れるのかしら？一応淡水に生息しているエイもたくさんいるが、日本で発見された、というのは聞かないな。大きさだけ見れば確かに淡水エイの可能性もなくはないが、どっちにしても、日本で、初めて淡水エイが発見されたのであれば、それは新種の生物と定義していいと思うぜ。おお、新種の生物、なんだか急にハッシーに興味が湧いてきたわよー。一応可能性として挙げるなら、ペットとして飼育していたエイが川に捨てられて、そのまま野生化したのではないか、ということも考えられるんだが、いかんせん目撃情報がたったの一つしかないから、判断がつかないんだよな。できればもっと目撃情報が欲しいけど、どうにか発見できないものかしら？残念ながら、一度しか見つかっていないのであれば、今後発見される可能性はほぼ皆無だろうな。せっかく新種が見つかったと思ったのに。さて、そろそろ最後の生き物を紹介しようかな。最後に紹介するのは、アッシーだぜ。今度はアッシーか、もう名前では驚かなくなったわよ。アッシーはどういう生き物なのかしら？アッシーは、神奈川県にある芦ノ湖に生息すると言われている未確認生物だぜ。イッシーやクッシー同様、ネッシーブームが起きた1970年代に最も目撃情報が増えたという、伝説的な未確認生物だぜ。ネッシーブームで現れた生き物ねー。でもその見た目はネッシーとは若干違うんでしょ？いや、アッシーは典型的なネッシータイプの見た目をしていると言われていて、
細長い首に、コブのある胴体。まるでプレシオサウルスそのもののような見た目をしているようだぜ。おお、でもちょっと待って、そういう見た目をしているって言われれば言われるほど、ネッシーの影響を受けて生み出された架空の未確認生物なんじゃ？って思えてしまうわ。まあ、実際ネッシーの影響を受けて生み出された存在ではないかと私も思っているぜ。ちょっと、せっかくの未確認生物なのに、今回発見された足の子も、古代生物が生息するに至るほど長い歴史があるわけじゃないから、アッシーが存在する可能性は低いと、専門家からも言われているらしいんだよ。しかし、一部の声からは、足の子にはブラックバスや鯉など、魚がたくさん泳いでいることから、巨大生物の餌にはこと欠かない、という意見もあり、もしかしたら、何かしらの巨大生物がいる可能性は、あるかもしれないと言われているみたいだけどな。ほらほら、やっぱりみんな巨大生物が好きなのよ。マリサは夢がないわねー。しかしまあ、目撃情報はあっても実際に泳いでいる映像などが見つかったわけじゃないしな。実際の映像が確認されれば、もうちょっと情報が変わるんじゃないかと思うんだが、今のところそういった映像が公開されているわけでもないからな。おそらく、アッシーも他のネッシー系未確認生物同様、このまま正体がわからなくなっていくんだろう。そんなこときっとないわよ。どこかで映像を撮っていて、今も、正体を探ろうとしている人がいるに決まっているわ。そんな人が本当にいればいいけどな。残念ながらアッシーも2000年に突入してからというもの、目撃情報がパッタリとなくなってしまい、誰も話題に触れなくなってしまった。そんな、世間のみんなは未確認生物に興味がないのかしら。興味がある時期とない時期があるという話だ。実際、もっと面白い情報が出てきたら、みんな食いついてみてくると思うぜ。それじゃあ、こうなったら私がいろんなネッシー系モンスターたちを捕獲してやるわよ。お、珍しくレイムがやる気になってるな。絶対に捕獲して、ネッシー系モンスターランドを作って、世界中の子供たちに来てもらうのよ。やっぱり金にまつわることになると、レイムは行動力が変わるぜ。そんなわけで。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。やっぱり最終的には王道に回帰するものなのよ。いきなりなんだよ。何の話をしてるんだレイム。私気づいちゃったのよね。世の中いろんな未確認生物がいるわけだけど。やっぱり湖に潜んでるタイプが一番心を惹かれるってことに。ああ、まあネッシーとかがその最たる例だよな。確かに湖の中って調査が難しいし、そういう気持ちになるのは理解できる気がするぜ。そうでしょう。というわけでマリサ、何か珍しい、ネッシー系の未確認生物はいない。そうだな、最近見たやつだったら、霊という生き物がそれに該当するかな。霊、なんだかかっこいい名前だわ。早速、霊について教えてちょうだい。それじゃあ、今回は人工湖に突如現れた、未確認生物霊について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まずは霊が目撃された場所について話していこう。霊が発見されたのは、アメリカのペンシルベニア州。そこにあるレイスタウン湖という場所で見つかった。レイスタウン湖というのは、人造湖なんだぜ。人造湖、湖って人の手で作れるものなの。そうだな。レイスタウン湖は1912年に作られた湖だ。人造湖は、基本的には水力発電や工業用水道などに利用するために作られるのが目的だ。また、大量降雨時に河川の水量を調節して、洪水を防ぐという目的もあるんだぜ。ほほう、それじゃあダムみたいな使い方をしてるってことなのかしら？まあ、そういう場合もあるみたいだな。レイスタウン湖もそれと同様、レイスタウンダムの建設に伴って作られた湖なんだ。日本では大きなダムは観光地として利用されることがあるわけだが、どうやらこのレイスタウン湖も日本のダム同様、観光地として人気のある場所らしい。へえ、ちょっと待って、それじゃあ霊って、目撃情報が多いんじゃない？そんなにたくさん人が来る場所なら、見ている人もきっと多いはずでしょう。おう、霊夢にしてはなかなか察しがいいな。そう、霊は多くの人に目撃されていて、かつ、現地の人たちにも愛されている未確認生物らしいんだよ。へえ、なんだか珍しいわね。未確認生物なのに、そんな扱いを受けているなんて。まあな、霊は別に危険のある生き物ではないようだし、親しまれるのは当然と言えるかもしれないな。霊という生き物が人々に認知され出したのは、1980年代の後半かららしい。あら、1980年代って、結構最近なんじゃない？そうだな。他の生き物はネイティブアメリカンがいる頃から伝わっているものもいるから、霊の発見は比較的新しいと言ってもいいと思うぜ。とはいえ、未確認生物としての核みたいなものはやっぱり残していて、
存在自体は認知されてはいるが、その生態や詳しいことに関しては、わかっている部分は多くないみたいなんだ。そうなんだ、でもそれでこそ、研究のしがいがあるってものね。一応いろんな見解はされていて、とりあえず霊は肉食ではなく、草食生物だということが有力視されているそうだ。あら、それはどうしてかしら？レイスタウン湖は人造湖ではあるんだが、作られてから100年間以上の間に、魚や植物など、他の動物も多く生息して、立派な湖になっているんだ。そんな中、肉食の生き物がいたら、魚の体が多く上がっていなきゃおかしいはずだろう？それがないから、霊は草食なんじゃないか？という考え方みたいだぜ。なるほど、確かにそれなら納得できるわね。それに、何よりも人を襲った、という報告がされていないのが大きいと思うぜ。人が襲われていたら、もっと騒ぎになっててもおかしくはなかったと思う。ああ、それは確かにそうかもしれないわね。人間が襲われていないだけで、安心感がものすごく違うと思うわ。とはいえ、肉食ではなく草食、と言われているのはそれくらいしか情報がない。ただ、写真を見た感じだと、やはり湖にいる巨大生物、といったイメージがあり、これはネッシータイプのレイク系モンスターに該当するだろう、と言われているみたいだな。湖自体はできて100年ほどだが、一体いつ頃からこの生き物が現れたのか、まだまだ謎は残されているみたいだぜ。この霊は、体長はどれくらいなのかしら？水面に出てきていたコブの部分が、だいたい7メートルくらいあったと言われているみたいだから、本体の大きさはもしかしたら、20メートルはあるかもしれないな。20メートル。すごく大きいわね。というか、霊もコブがあるんだ。そうだな、ネッシータイプのレイク系モンスターは、結構コブがある種類がいるみたいだ。毎度思うけど、あのコブは一体何のためについているのかしらねえ。さあな。ラクダとかのことを考えると、栄養を蓄えている部分なんだと思うが、何せその正体がわかっていないわけだから、コブの役割なんてわかるはずもないぜ。せめて、正体がはっきりとわかれば、まだ話は変わってくると思うんだけどな。ところで、コブがあるってことまで判明しているなら、他にも目撃情報があるってこと？もしあるならそれらについても、詳しく教えてもらえないかしら？そうだな、他の目撃情報についても教えておくことにしようか。他の目撃情報としては、2006年、地元の漁師が巨大生物を目撃しているらしい。その際には、まるで小さな山を見ているようで、明らかに未知の生物がいると感じたそうだぜ。ネッシーみたいに、鎌首を上げた状態で発見されたりはしていないのかしら？さすがにそれはないみたいだな。写真をいくつか探してみたんだが、顔が確認できるような写真はどこにもなかった。また、2010年には湖近くのダムのあたりで、巨大生物の背中を目撃したと情報があった。今度は背中なのね。もしかしたら、写真の霊の背中は、その時に撮影されたのかしら？そうかもしれないな。もっとも、これだけでは何も判断できないから、何とも言えないところだが。しかし霊夢よ、ここまで話を聞いていて、疑問に思ったことはないか？え？別に？すごい生き物がいるんだなぁ、くらいにしか思ってなかったけど。お前なぁ、少しは知的好奇心を使っていけよ。レイクタウン湖は人造湖なわけだろ？それなのにどうしてこんな巨大生物が住むことになったんだよ。普通に考えてありえないと思わないか？あ、まあ確かにそう言われれば、でも待って、魚たちは昔この湖に放流して、この湖に生息するようになったわけでしょ？だったら霊もそれと同じように放流されたんじゃ。どこの世界に未確認生物を放流する人がいるんだよ。ああ、そう言われれば確かに、でも、人造湖に最初からいるわけがないし、まず誰かが湖に入れないと、存在するわけがないじゃない。そう、そこが霊の謎の部分なんだ。確かに巨大生物がいるということはわかっているが、それがどうしてこの湖にいるのか、その理由はわかっていない。ここで考えられる可能性としては、霊はもしかしたら、未確認生物ではない説だ。未確認生物じゃない。人造湖である以上、生き物が自然に発生することは普通に考えてありえない。そうなると、過去に人間たちが湖に放流した生き物の中のどれか、と考えるのが自然だ。確かに、自然に考えたらそうかもしれないけど、でも、20メートルに達するような生き物って何？さあなあ、そこだけが謎なんだよな。魚の中でそんなサイズになる種がいるはずないし。かといって、仮に突然変異で巨大化したとしたら、なぜ一匹だけ？という疑問が残るし。そうよねー、同じ湖で、同じ条件下で生息しているはずなのに、一匹だけ極端に大きくなるなんて、普通に考えてありえないことだと思うんだけど。そうなんだよなー、だから今のところ、霊の正体は全く不明、としか言いようがない。人造の湖にどうやって巨大生物が入り込んだのか、これに関しては謎が残るが、一旦ネッシー系の生き物と考えて、霊の正体について考察しようと思うぜ。
そうね、霊の正体、一体何なのかしら。王道なところから正体を考えるとすれば、やはりプレシオサウルスかな。ネッシー系って言ったら、やっぱり古代生物のプレシオサウルスが候補に上がってくるわよねー。だけど、やっぱりそうなると人造の湖にどうやって、っていう謎が頭に残ってしまうわ。無理やり考察するとするなら、プレシオサウルスが地下深くから目を覚まして、穴を掘って湖に入ってきた、とか？いやいやいや、真面目に考えなさいよ。そんなことできると本気で思ってる？珍しく霊夢に怒られてしまった。まあしかし、霊夢の言う通り、ちょっと無理のある話だぜ。他に考えられるものとしては、やはり魚の突然変異説かな。まあ、一番リアリティがある話がそれよね。でも、魚が突然変異をしたからって、20メートルもの大きさになることなんてあるのかしら。せいぜい数メートルくらいになるのが関の山な気もするんだけど。20メートルというのは確かにサイズだけで言えばかなり大きく感じるかもしれないが、要は元のサイズからどれくらい大きくなったかを考えればいいと思うんだよ。ほう、どういうことかしら？元々の魚のサイズが仮に1メートルあったとしたら、20倍になったと考えれば、まだありえなくはないか、という程度にはなる。いやいや、20倍でも十分ありえないでしょ。しかし、世界には巨大化した生き物が数多く発見されているが、場合によっては小さかったはずの豚が 2.5 メートルまで成長したり、馬が4メートル以上まで成長したりと、場合によってとんでもない成長をすることがあるんだ。そんなサイズまで成長することがあるんだ。なんだかそう聞くと、20メートルっていうのも、なんだかんだ 100% ありえないとは言えない、くらいにはなってくるわね。そうだろう？突然変異による巨大化っていうのは現実に起こる現象だからな。でも、突然変異ってどうして起こるものなの？突然変異の原因の主は DNA 複製の際のミスだと言われているらしい。DNA っていうのはどんどん複製していって、体が大きくなっていくという科学的な、メカニズムがあるんだが、稀にその DNA の複製にミスが起きて、極端に大きくなりすぎたりする、ということが起こるらしいんだよ。また、化学物質によって DNA が損傷して、人工的に DNA の複製ミスが起きる場合も、考えられるみたいだが、今回の例に関しては、一体だけ極端に大きくなっていることを考えると、科学的な事象は関係なく、その生き物の DNA 複製エラーが、一番可能性が高いんじゃないかと思うぜ。なんだか科学の話ばかりでいまいちわかりづらいけど、要するに DNA が異常を起こして、体が大きくなった可能性があるってことなのよね。まあそういうことだな。もちろん他の可能性も十分考えられるが、ひとまず可能性の一つとして挙げられるのは、それってことだな。他に霊の正体はどんな候補が上がっているの？他の候補としては、誰かが生き物を放流した説だぜ。ちょっと待ってよマリサ、それは違うって話になってたでしょ。お、何の話だ？だって、霊みたいな未確認生物を、一体誰が放流したんだって言ってたじゃない。未確認生物を放流するなんて、そんなバカなことする人がいるわけないでしょう？あーすまんすまん、ちょっと語弊があったな。放流した可能性があるのは未確認生物ではなく、もっと別の生物だ。もっと別の生物？例えば、飼っていたペットを誰かがレイクタウン湖に捨ててしまったとかな。それが大きくなってしまって、結果的に霊のようになってしまったとか。飼っていたペットがって、そんなサイズになる生き物、何がいるかしら？そうだな、可能性があるとしたら、ウナギなんかが挙げられるだろうな。ウナギか。なんだ、ウナギは嫌なのか？嫌というか、ウナギが20メートルまで成長するイメージが湧いてないからさ。いやいや、ウナギも大きな個体だと2メートルを超えるやつがいるくらいだから。それに突然変異が加われば、もしかしたらそれくらいのサイズになる可能性だってあるだろう。もちろん絶対ないとは言わないけど、ウナギか。あまりうなぎ説は押したくないようだから、霊夢のために他の候補も紹介しておこうか。霊は、もしかしたら本来湖に住んでいる生き物ではないという可能性もあるみたいだぜ。湖に住んでいる生き物ではない、意味がよくわからないんだけど、どういうこと？もしかしたら、どこかで何かの生物が迷い込んで湖に入ってしまったんじゃないか、ということだ。いやいやマリサ何言ってんの？どうやって魚が人造湖に迷い込んでくるっていうのよ？誰が魚が迷い込んだなんて言ったんだよ。私が言っているのは、野生の鹿だぜ。野生の鹿、そんなのがレイクタウン湖に入り込んだってこと？ああ、周りには木々も生い茂っているみたいだし、野生動物が迷い込む可能性は十分にある。そうして鹿が迷い込んでしまって、湖に落ちて暴れている姿を遠目から見たら、もしかしたら、見る人によっては未確認生物が泳いでいると感じるかもしれない。そうかしらねー、あんまり想像はできないけど。っていうか、鹿が20メートルも行くとは考えられないしね。それこそ突然変異の可能性があるじゃないか。
それと、遠目に見ている分には、その生き物の本来の大きさを認識できない可能性もある。だから鹿や野生動物を水生動物と誤認することは十分考えられると私は思っているぜ。まあ、言いたいことは十分わかったわ。確かに誤認の可能性は十分あるからね。でもねえ、鹿か、あんまり想像できないわねえ。それ以外にも、生物ではないものが正体の候補として上がることもあるみたいだぜ。生物ではないものが、一体どういうことよ。例えば、2006年に撮影された写真なんかを見てみると、確かにそこにはっきりと何かが映り込んでいるのがわかる。あらほんとだ、っていうかかまくび上げてる写真じゃん。やっぱりこうしてみると、ネッシー系っていうのも、うなずける見た目をしているわねえ。しかしな、残念ながらこの写真に関しては、少し意見がなされているみたいなんだ。え、誰がどう見てもかまくびを上げているネッシーでしょ？他に何かあるっていうの？これは、もしかしたら遊牧なんじゃないか？という声が上がっているんだよ。遊牧、生き物ですらないじゃない。そう、生き物ですらないんだよ。しかしその可能性も確かにあるんだ。実際、あのネッシーだって正体はただの遊牧だったんじゃないか、という意見があるわけだからな。腐った遊牧は、中に空洞があって水に浮かぶ。そうなると、浮かんだ遊牧はぷかぷかと浮き沈みを繰り返しながら移動し、その姿はまるで生き物が動いているかのようになるというわけだな。結構なサイズの遊牧が動いたら、それは生き物だって錯覚しても不思議じゃないだろ？まあ確かに、しかも仮に、夜にそんなものを目撃したりなんかしたら、もしかしたら、巨大な生物が夜な夜な湖で泳いでいる、って噂を立てるかもしれないわ。そうだろうな。私でもきっとそうなると思うぜ。しかし、今回の例の発見から、その他のネッシー系の未確認生物に関して、様々な考察をする人も出てきているみたいだ。ほう、ネッシー系の未確認生物に関して？いまいちよくわからないけど、どういうことかしら？もしも霊を捕獲することができたら、その他のネッシー系未確認生物に似てるから、正体を知るヒントが手に入るんじゃないか？と考えているみたいなんだ。それじゃあ、霊を捕獲するってこと？それなら、早く行動に移しましょうよ。まあ待て、あくまでもそういう考察があるというだけで、実際捕獲しようという動きがあるわけじゃないようだ。そうなの、せっかくだからさっさと捕獲して、その正体を探ればいいのに。実際に捕獲しようという試みがあるのかはわからないが、レイクタウン湖ではよく釣りなどのイベントが開かれているらしいからな。もしかしたら、レイの捕獲に関しても何かしらのイベントが組まれている可能性はあるぜ。へえ、それじゃあ、もしかしたら釣りのイベントで、レイが捕獲できちゃうかもしれないのね。そんな簡単に行くかはわからないけどな。しかし、レイは魚系は食べない可能性が高いと、話が出ているくらいだから、きっと釣り餌は食べない気がするぜ。ああそうなんだ、そういえば草食かもって話をしていたもんね。それなら草を餌に含ませておけば、食べる可能性はあるのかしら？どうなんだろうな、20メートル級の化け物だし、釣り餌くらいのサイズじゃ、食いつくことすらないような気もするんだが。そうなの？せっかくだから、たっぷりと食べてくれると思ったんだけど、おそらく霊くらいのサイズの生き物を探すとなると、国か州に補助してもらいながら、大規模な捜索をしないと、見つけることは相当に困難な気がしているぜ。なるほど、できればすぐに見つけて、存在を証明したいところだけどね。それができるようになる頃には、もう霊はいないかもしれないけどな。どうしてそんな話になるの？未確認生物だって生物なんだからな。さっきまでの仮説の中の一つ、突然変異を採用するなら、霊は一般的な魚だったものが、DNA の異常で巨大化してしまっている存在。そんなものでは子孫を残すことが難しいと思われる。そうなると、霊のような巨大生物が今後子孫繁栄し、同じ種を残していくことができない。だから、霊は一代目で途絶えてしまう可能性があるというわけだ。そうなんだ。だとしたら、やっぱり今発見されている間に、ちゃんと正体を明かして、どういう生き物なのかをしっかり調査しないと、もう二度と出会えない生き物なのかもしれないんでしょ？確かにそうなんだが、もしも貴重な生き物なんだとしたらあまり捕獲しようとはしない方がいいかもしれない。どうしてよ？探すとなるとボートとか、ヘリとか、いろんなもので湖の上を移動するわけだろう？平和に生きているところに、そんな騒音を流すもので近づいてしまうと、霊の体力を奪ってしまう結果になるかもしれない。そしたら、せっかく今生きている霊の寿命を縮める結果になるかもしれないんだぞ。それはそうかもしれないけど、だったらどうやって調査すればいいのよ。まあ、調査したいという気持ちも理解はするが、そんなことして霊の寿命を縮めたら、本末転倒な気がしてしまってな。確かに言われてみればそうかもしれないけど、せっかく発見できた貴重な生物だし、調査したいという気持ちも湧いてくる。これはすごい矛盾だわ。まあ、調査の仕方に関しては、ゆっくり悩めばいいと思うぜ。
最後に、例に似たネッシー系の生物として、チャンプについても触れていこうと思う。チャンプ、聞いたことがあるわね。どういう生き物だったかしら？チャンプは、アメリカにあるシャンプレイン湖に生息していると言われている水生未確認生物だぜ。ネッシーに似ているとかなり前から話題になっている生き物で、その姿はやはり、古代生物のそれに近いものがあると言われているな。シャンプレイン湖は人造湖じゃなくて自然湖なのよね。ああそうだな。どうやらネイティブアメリカンたちも知っているらしいから、かなり昔から生息している未確認生物であるそうだ。しかも面白いことに、チャンプはアメリカ軍まで動いて、捕獲しようとした過去があるようだぜ。あ、アメリカ軍が動いたの、そんな珍しい生き物だったってことかしら。そういうことになるな。記録としては、2002年の10月に捕獲作戦が行われていたそうだが、実際のところは捕獲することはできなかったそうだ。まあ、さすがに未確認生物というだけあるな。しかし、チャンプの写真を撮影すること自体はできたみたいで、その姿はまるで、軟体生物のように柔軟なイメージのある生き物だったようだ。軟体生物、まるでタコやイカみたいな雰囲気だったってことかしら。そのようだな。しかし、軟体生物となると、今後探すのがかなり困難になるんだよな。え？どうしてよ。軟体生物ってのは骨がないわけだから、体になった時、骨が残らないんだよ。だから生きている姿か、で間もない姿を発見しないと、存在を証明できないんだ。あ、そっか、それじゃあチャンプはもしかしたら、霊よりも貴重な生物って言えるのかもしれないわね。もしかしたらな、とは言っても、今後技術力が上がれば、チャンプも霊も、簡単に見つけることができるようになるかもしれない。そうすれば、ネッシー系モンスターたちの正体や生態について、もっと詳しく、知ることができるようになると思うぜ。ちなみにだが、これはあくまでも噂に過ぎないんだが、チャンプの方は、その幼体が、6匹捕獲されているという話がある。え、未確認生物の幼体が、それじゃあ、もう正体は判明しているわけ。いや、本当に噂に過ぎないが、アメリカ軍が捕獲はできていないと言っているわけだし。アメリカ軍が嘘をついているか、それとも単なる噂に過ぎないかは分かっていないな。しかし、もしも本当にチャンプの幼体が捕獲されているとしたら、その幼体から、チャンプの正体について、調べることができるんじゃないかと思うぜ。そうよねそうよね、ぜひ知りたいわ、チャンプの正体について。チャンプの正体が分かれば、レイやネッシーも分かるかもしれないわけだが、また噂の話だが、チャンプの幼体は、おそらく正体が公表されることはないとされている。え、どうしてよ、せっかく未確認生物を捕獲したなら、正体が何なのか教えるべきだと思うわ。そう思うのは当然だと思うんだが、残念ながらチャンプは生物兵器への有用が検討されている、という噂が流れているんだよ。生物兵器への有用、せっかくの未確認生物になんてことをしてるのよ。どうやら、何かしら軍事利用ができると考えられたみたいだな。チャンプは今後も軍事利用されて、密かに戦争に送り込まれる可能性があるな。それじゃあもしかして、ネッシーやレイも正体が判明したら、軍事利用される可能性があるってことかしら。まあ、その可能性は十分あるだろうな。そんなの絶対ダメよ、せっかくの未確認生物を軍事利用なんて。おお、珍しくレイムがまともなことを言っている。未確認生物は謎とロマンが大切なのに、軍事利用だなんてロマンも何もないことして、許せるはずがないわ。そうだそうだ、珍しくまともなことを言ってるし、レイムの言ってることに賛成するぜ。私は世界中の未確認生物を見つけて、軍事利用させないように保護することを誓うわ。おお、霊夢にしては珍しい、生き物を保護しようだなんて。保護しまくって、でも未確認生物の管理ってきっとものすごくお金がかかるから、保護費を稼ぐためにも見せ物小屋みたいにする、これが私の最大の目標だわ。結局そうなるんかい、まあ、お前のことだから、どうせ金儲けのことしか考えてないとは思っていたぜ。ちょっとマリサ、それじゃあマリサは金儲けよりも軍事利用を推奨するっていうの？そんなことは言ってないけど。じゃあ、未確認生物を保護するくらい別にいいじゃないの。保護するにもお金が必要なのよ。少しくらい儲けたっていいんじゃないの。いや、それは、もう、この話は終わりにするぜ。逃げたわね、マリサ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。